を開会いたします政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします環境や及び公害問題に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり内閣府大臣官房原子力災害対策担当室長兼原子力規制委員会原子力規制庁原子力地域安全総括官 黒木義秀君ほか10名を政府参考人として出席を求めその説明を聴取することにご意議ございませんかご意議ないと認め、採用決定いたします環境及び公害問題に関する調査を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います中西裕介君、はい 本日は先般いただきましたあ大臣とか、初心でご挨拶をいただきましたので、えー、その点につきまして、一般質疑をさせていただきたいと思います、えー。まず大臣に伺いたいと思っておりますが、この環境行政の意気込みを、初心に対して質,質問をさせていただきたいと思っております。先般、あの石原大臣におかれましては、水俣条約外交会議にて議長をお務めになられたところであります。まさに日本の中でおける水俣という地は 観光公害の被害を乗り越えようとしている水俣の地で、日本がリードする形で水俣条約が採択されたことは、非常に意義が大きいことだろうと考えております。その外交会議の中で、大臣は途上国の公害対策に日本として積極的に協力をしていくことをご明言されました。また、法規制の整備、あるいは人材規制の資金の拠出、 我が国の観光、環境技術を各国に紹介していくということをお約束なされたというふうに承知をしているところでございます。そこで大臣に伺いたいと思いますが、我が国は数多くの環境問題に取り組んでまいりました経験があります。日本が経験をしてまいりました先進事例をもとに、我が国の世界の観光、環境行政をリードし、貢献することがこれから重要になってくるというふうに考えておりますが、 大臣の環境行政にかける決意を改めて伺いたいいと思います石原大臣あのただいま中西委員が水俣の外交条約に触れ、また水俣病に触れ、我が国の観光行政のまあ原点であったと、そしてまあ水俣病に、まあ、これは代表されてしまったことは、私どもの悲劇でもありますし、これを何とか乗り切っていかなければならない重要な案件でありますけれども、 戦後の敗戦から高度成長時代を通じて、まあ、今日に至るまで大気汚染やさらにはその水質汚濁こういうものによって多くの方々が苦しみまたお亡くなりになられた方がいるこうした問題に手をこまねいていたわけではありませんが対処してきた、まあ、そんな中で水俣という地で 世界140か国の代表が集まり、二度とこのような水銀による被害を、また水銀だけではなくて、さまざまな有害物質によって、健康が損なわれたり、人命に影響があるようなところが世界の各国、特に途上国で垣間見られる、こういうものをどうやって克服をし、そしてまた日本の技術をどういうふうに援助をしていくことができるのか。 非常に考えさせられる、私は会議に議長として出席できたことを大変誇りにも思っているわけでございます、そして、まあ、こういう問題に悩むいろいろな途上国の代表の方とお話をさせていただきますと、まあ、問題は本当に多岐にわたっております、えー、一足早く新興・工業国を入りした国の問題、あるいは巨大な国ではありますけれども、国土の至るろでこの 金を精錬するためにこの水銀を使って幼い方々が犠牲になっているような問題、さまざまな問題をお話しさせていただく中で、やはり二国間、あるいは国際条約を行うような多国間のマルチの場を使ってです、ね、この日本の技術によって、私たちが経験をしてしまった悲劇を一つでも二つでも起こらないように、世界の国々に対して、 えー、尽力をしていくことがなくなられた方また苦しまれる方々への対しても私たち日本がやらなければならないことであるこんなことを強く感じさせていただきましたこんな思いを持って行政に当たらせていただければと考えております中西祐介君大臣ありがとうございますこれからも大臣のリーダーシップをこの環境行政におきまして発揮をいただきたいとこのように考えております えー、順番を少し変えさせていただきまして、重要なところからご質問をさせていただきたいと思っておりますが、東電の除染の費用に関してですね、えー、今、大きく報道がなされておりますが、その点につきまして、副大臣からご回答いただきたいというふうに思っております。現状ののの除染染ああるるいいいははは汚染廃棄物処理あるいは中間貯蔵の設置の費用についてはですね 放射性物質汚染対策対象特措法におきまして、東京電力に対して、求償するということになっておると思います。ご案内のとおり、廃炉や汚染水処理とは違って、除染等の取り組みについては、すでに国や自治体が実施をしておりまして、東京電力は費用負担を行うという仕組みに現状なっております。ところが、10月16日に国会にご報告をされた会計検査院の報告によれば、 404億円の請求に対して、現状、東電は67億円しか支払いが済んでいないというふうな状況でございます。差し引きで337億円未回収だということでございます。まあ、これを黙認すれば、東京電力は女性に対して十分な責任を果たしているとは言えないというふうに、多くの国民の皆様が感じておられます。早速、関係者におかれましては、先週事態を受けて、井上副大臣が、 あその意図東電側に確認をなされたとのご報告もいただいております東京電力の石崎副社長をお招きをされて面談をなされましたまあ早期に支払う約束させ来週再来訪されるときにはしっかりと具体的支払額を提示するというところまでの報道をいただいたところでございますそこでまず一点ご質問を伺いたいと思いますがなぜ東電が この支払いにこれまで十分応じきることができていなかったか、どういう回答があったか、東電からの回答を副大臣からいただきたいと思います井上副大臣、えー。まずですね、順番を変えて重要な問題からということで、この問題について非常に重要だと認識をしていただいていることに、私から感謝を申し上げたいと思ってます、えー、今お話のとおりですね除染などににかかる費用につきましては 特措法の規定に基づいて東京電力に求償を行うこととされておりますでこれまで404億円の請求に対して67億円の支払いにとどまっていると会計検査院からの所見も示されております石原大臣からも強い指示をいただきまして私自身が先月東京電力の増田常務また1日には石崎副社長を呼んで回答を求めたところです 1>, で1日の副社長の回答は、表彰の確認に時間を要するという、まあ、事務手続きに加えまして、経営状況、まあ、これを、えー、言っておりました、まあ、これはあの法律の規定に基づいた請求でありますから、経営状況は理由にならないだろうということで、私の方で、えー、文書で持ってきたんですが、それを持ち帰らせて、改めてちゃんと検討をして、今週中、 にに回答すするようとと申し入れたところです東電が現行法に規定する支払いの責任を果たさないということは、実際の除染作業などを国や自治体に委ね、その費用も払わないということであり、到底認められるものではなく、汚染者負担の原則に照らしても国民、被災者の理解を得ることはできないと考えております。まあ、環境省としては 会計検査院の所見にもあるとおり、今後も十分調整を行いながら、引き続き、を行ってままいります。中西裕介君あの。井上副大臣の下で、迅速にかつ毅然としたあ形でご対応いただいたことに関しまして、私としても。お 少しし安心をしたところでございますついでもう一つだけ確認をさせていただきたいと思いますが、これは家庭の話でございますけれども、仮に東電側の回答、あるいは対応が支払いの面で、ですね一部、あるいはまだ回収されてない337億円、その全額の支払いがない場合、省として、あるいは政府としてどういう取り寄る手段があるのか、あるいはあこれからどういう交渉を重ねていく必要があるのか、その点についてもご回答えいただきたいと思います。 井上副大臣あの先ほど申し上げたとおり、まずはこの請求している404億円、これを全額を支払ってもらうということであります。ただ他方でですね えー、なかなか事務作業に時間がかかるといいましても、もうあのそれぞれ数か月以上経っております、あるいはその特措法でいう支払い義務のある除染等に該当するかどうかと、まあ、こういったあ議論もあります、ですからあのそういったことをです、ねえー、しっかり東電と調整をした上でえで、ー、全額を払ってもらうということですが、まあ、しかし、そうは言っても時間の制約というものもありますから、 今週中に回答をすると、これは東電の副社長が約束したことですから、それをしっかり待って、えー、十分です、ねえー、妥当な回答がない場合には、まあ、その他の手段もお考えざるを得ないと,と思っております、まあ、具体的にどういう手段を取るかということについてはです、ね、まあ、まずは回答を待ってからと思っています。中西雄介君 当然と向き合いながらです、ね、指導的立場で対応をお願いしたいと、このように思っております。今、除染の話題になりましたので、引き続き除染を伺いたいと思っておりますが、あまあ福島の復興、そして再生は、我が与党としても最重要課題というふうに位置づけておりまして、広範囲にわたる放射性物質に対しまして、しっかりと対処をしていくことが、何よりも必要だと、このように考えております。えー ただ、現状の市町村別の取り組みなんかを拝借をして、確認をしてみますと、やはりばらつきがあるというふうな把握をしております。まあ、現状、市町村ごとでの進捗ではございますが、場所によっては100%終わっているところもあれば10、10%程度にとどまっていると。まあ、この原因については、さまざま私も現地に足を運びまして伺っているところでありますが、例えば仮置き場の選定とか、あそこの土地交渉、地主との交渉、あるいは、 私はこれは大きいんじゃないかなと思うのは、住民の放射線量に対するです、ね、安全なラインはどこなのかというふうなあ認識といいますか、意思疎通が十分じゃないようなところもあるんじゃないかなと、こんな思いが足を運ぶために思うところがあります。まず、井上副大臣に伺いたいと思いますが、この除染とインフラ復旧と組み合わせて、復興の加速化につながるようなあ除染の取り組みについて、これからどのように取り組まれるか、その点について伺いたいと思います。 井上副大臣あの確かにですね、当初2か年でということで、今年度中に終えると言っていた除染があ遅れているというのは現実であります、でそういった状況を踏まえながら、まあ、現実に即した計画を立てようと、除染計画の見直しということを9月10日に発表したところです。で併せまして 単にその計画をです、ね、後ろに倒すだけではなくて、どうやったら除染を加速化することができるかと、その除染の加速化のパッケージについても発表をさせていただきました、で委員ご指摘のようにです、ね、例えばその住民の方々に対する理解、リスクコミュニケーションであったり、あるいは仮置き場の確保と。 まあこういったことをするにあたっては、やはり現地の福島関係再生事務所のまあ定員を増強していくと、体制の整備も必要です、それから新しい新技術などがありますから、そういったものはどんどん活用していこうと、そして、えー、今、最後にご指摘になったインフラ整備、これとです、ねえー、組み合わせて効率的に除染を行っていくというようなことをまあ発表をさせていただきました。 この加速化策に基づいてしっかり取り組んでまいりたいと思います中西雄介君ありがとうございますぜひ今計画を作っていただきましたので現地と現場の状況と合わせてお勧めをいただきたいというふうに思います先ほど私の発言のところでその放射線量の住民に対する PR ということもお話をさせていただいたところでありますが あつい先月に IAEA、e、A の環境回復ミッションが来日をいたしましたあそのまあ10月21日にまとめられた概要報告書においてはあの日本の今の除染に対してですね取り組みをほ評価をいただいているという報告内容でありましたまあ概ね評価をいただいているその中でさらにご助言として、まあ、1ミリから20ミリシーベルト という範囲内のいかなるレベルの個人放射線量も許容し得るということの広報を取り組み拡大していく必要があるんじゃないか、そしてもう一点が、1ミリシーベルト年の追加個人被爆量せん、えー、被爆線量が長期の目標であって、例えば除染活動の,おのみによって、単位間に達成し得るものではないと。お 自然界にある放射線でも含めて、まあそのようなお話をありました。まあ国民に理解いただくためのコミュニケーション強化が大事だろうということもご提言をいただいております。あの福島に入ったときにですね、現地の新聞でありましたが、福島民報というのがありまして、えー、その1ミリ1ミリの呪縛ということで、あの連載があった時期がありました。まさにこの長期目標である1ミリシーベルト以下ということが 何かこの除染目標にすり替わっているような印象が住民の方々に受け取られていないかということも我々はメディアとともに危惧をするところでございます。この大量、染量を低くさせるということは大量に土砂を、排気土砂を作るということにもなりますし、同時に処理量がこれは限界に達するということもあります。あるいは数倍の除染費用はこれから加算でいく。そしてまた、莫大な その土砂を運んでいくという、輸送の課題にもなってきて、さらには道の整備等のインフラの課題にもつながっていくということで、非常に大切な課題だと思っておりますが、この IAEA の報告書に基づいた今後の除染のあり方について、省としてどのように捉えられておるのか、ぜひ伺いたいと思います。石原大臣 この IAEA の調査ミッションの方々には私も直接お会いさせていただきましてそのご努力というものに敬意を表させていただいたところでございますその中でただいま中西委員がご意見のご示をいただきましたようにおおむねこれまでの除染の進捗というものは評価をするとそしてそんな中で除染、えー、に対する住民の信頼を どののよようううに向上させていいいいいくのかととううなごご助言もたただいたところでございます内容はもうすでに中西委員の方でご意見のご開陳がございましたので詳細は省略させていただきましたけれどもこういうまあ助言を踏まえまして除染の進捗状況やそれに伴う結果こういうものに住民の方々多くの国民の方々のご理解をいただきましてそれを理解を進めるコミュニケーションをより 高め政府一丸となって、今後も取り組んでいかなければならないということを強く感じたところでもございます中西佑介君。大臣からもご答弁いただきましたとおり、しっかりとまだまだ避難をなされている方々、あるいは仮設の方々も含めて、ですね政府が寄り添い姿勢を作るということで、リスクコミュニケーション、非常に大事だと思っておりますので、今後ともご対応よろしくお願いをしたいと思います。ついで 先般、テレビを中心に大きく報道されましたが、PM2.5 について、えー、伺いたいというふうに思っております、まあ。中国でも大変深刻で、テレビの報道の画面を見ましたときに、本当に画面が真っ白に映っているような、それぐらい濃いスモッグが出ておる。あるいは報道によると、呼吸器系疾患で死者まで中国国内では出ていると、そのようなあ状況にあると伺っております。まあ、しかしながら、まあ、国内の PM2.5 の 平成23年度ベースでありますが、環境基準達成率はまだ3割弱と、まだまだ低いというふうな状況にあって、これから早急な対応が必要だろうと、このように考えております。ちょうど私もホームページ等でも情報を調べさせていただきましたが、今、大気汚染広域観測システム とととといいいううここででで、えー、各地で、えー、観測拠点を設けておられるということでござまますた、ま、だ、私の地元の徳島でも十六か所、その観測拠点がありますが、あまあ、この PM2.5 におきましては、肺がんとか、それから呼吸器系、あるいは循環器系に悪影響を及ぼすというふうな可能性も指摘されています。我が国として、これからどのようにこの PM2.5 に対して取り組んでいかれるのか、それについて伺いたいと思います。井上副大臣 おっしゃると、ね、おり、PM2.5、この週末も国内でも濃度が高まりましたし、またあの中国の衝撃的な映像が流れており、国民は大変心配をしていると思っております。でとりわけ例年、ですね西からの季節風が吹く冬には濃度がさらに上がるということでありまして、えー、少なくともそれまでにしっかり国内における PM2.5 対策を強化していく必要があると。 例えばですね、今、注意喚起の暫定指針というものを定めておりますが、それをより自治体において的確に実施をしていただくために、今月中旬に専門家会合を開き、えー、運用改善に向けた方策を示したいと思っております。あるいはその観測網ですね、その観測網の充実につきましても、地方自治体において、 目標数に向けた測定局の整備がなされるよう、自治体との連携強化、情報共有を図りながら、取り組みを進めていきたいと思っております。で加えまして、PM2.5 がどのように生成され、大気中に広がるかといったメカニズム、これもなかなかあの不明確な部分がありますから、しっかり解明していくということは、抜本的な対応のために重要であります。 中国からの越境汚染対策を含めた政策パッケージを、年内を目標に取りまとめて発表し、それに基づいてしっかり取り組んでいきたいと思います。中西雄介君、ありがとうございます、えー。地域を回っておりますと、まあ、このような報道がありましたので、えー、よりその PM2.5 に対する精度を向上をさせてほしいというご要望がたくさんありました。 ちょうど先月でありますが、その毎日新聞でもです、ね1年、1日の平均濃度が注意喚起すべき値、1立方メートルあたり70マイクログラムというその基準がありますけれども、そこを見逃してしまったことがです、ねえー、最近あったというふうな報道もありました、なので、より精度の高い体制に移行をしてほしいということでございましたが。 この設置は自治体が中心に取り組まれておると思うんですが、例えばその、空豆君のホームページなんかを見させていただくと、観測拠点がやはりかなり偏っているといいますか、多分住民の人口が多いところを中心に置かれていると思うんですけれども、エリアとして、えー かなり四国の例えば、足摺岬を中心としたその西半分あたりはですね、ほとんど観測拠点がなかったりとか、これからまだまだ整備が必要なところがあると思いますので、ぜひ省としてもバックアップをこれからお願いをしたいというふうに思っております。あの一つだけ、これは私のご提言も含めて申し上げたいと思いますが、例えばこの観測拠点があって、データが取れても、一般の方々に知らされる、まあ、リアルタイムに知っていただくことが、まだ不十分じゃないかなと思いますので、例えば天気予報の ニュースのときには、付随してこの情報を流せるというふうな省としての後押しもぜひお願いをしたいと思っておりますが、一言だけいただきたいと思います大臣、えー、確かに、ですね住民に周知をさせるということは非常に重要でありますで。注意喚起の情報については、例えば自治体のホームページ、テレビ、ラジオなどを通じて、まあ、提供をされておりますので、 こういった情報を広く利用されるように、その普及を進めていきたいというふうに考えております、で他方で,です、ね、注意喚起の情報がより広く利用されるためには、その正確性を高めるだけでなくて、早い段階で予測できるということも重要です、でそのためには実測値だけではなくて、シミュレーションモデルによる濃度予測、これを併用することが有効だとは考えています。 ただしかしです、ね、今のシュミュレーションモデルの段階では、なかなかまだ活用できるレベルまで来ていないというのが現状です。ですから、気象条件を考慮に入れたシュミレーションモデルの高度化にも取り組んで、その上で、より的確で使いやすい注意喚起情報の提供につなげてまいりたいと思います。中西鈴介君。ありがとうございます。ぜひ、省のバックアップをお願いしたいと思っております。 ちょうど実は来、ことしのです、ね、12月に、えー、日本と ASEAN の友好協力40周年を記念して、特別首脳会議が東京で開催をされる予定であります。まあ、ここでは総理大臣が出席をされて、各国との意見交換をなされるわけでありますが、このアジアにおける環境問題の取り組みをですねぜひ日本から積極的に発信する意味でも、この場において環境省のメッセージを、 積極的に発信をしていただくようなこともご検討に加えていただきたいと、このようなことを申し上げさせていただきたいと思います。えー、次いで質問を変え,変えさせていただきたいと思います。COP19 に向けた温暖化対策等についての取り組みについて伺いたいと思います。来週11日から COP19 があ開始をされます。 そしてまた、十八日からは、大臣も御出席予定ということでありまして、まさに、この会議についての意気込みを、まず伺いたいと思っております。あの、先立って北川副大臣におかれましては、就任直後にプレコップに出席をなされまして、コップ十九において、目指すべき成果などについて、閣僚レベルの議論に参加されたと、このように伺っております。まあ気候 変動交渉の最重要議題の一つである、2020年以降の将来枠組みについては、アメリカや、そして中国など、主要廃止国が参加することが、地球規模の気候変動対策を進めるでも大変重要だと、私は認識をしております。このコップに向けての、その見通し、そして会議、とりわけ、18日から大臣もご出席される閣僚級でのセッションもありますが、それに望むにあたって、日本の立場、この今回の意気込みについて、 伺いたいたとこのように思っております北川副大臣ではまず、私の方から、後ほど大臣の方からお答えをさせていただきますが、今、委員のご指摘がありましたように、就任直後にプレコップに行かせていただきました、またあの今、委員がおっしゃっておられますように、この世界全体の排出削減、 をしていくためにはやはり、2020年以降、将来の枠組み、これはアメリカや中国、あらゆる国々、すべての国が参加をできる実効性のあるものとしていかなければならないという認識であります、その下で私も10月の2日から4日にワルシャーで開催をされましたプレコップに出席をいたしました。 コロナ禍でのまあ一つの印象としては、すべての国が参加をしなければいけないということもありますので、まあ、EU をはじめそれぞれの国々が随分中国に気を使ったあまあ発言等もありました、あそういうものを踏まえて、やはりすべての国が参加をしなければ意味がないなというものを痛感をしたところであります。そそのの中で私はあまず全てて国が約束を提出すするるここととと法的義務とすることそして次に 主要経済国は総量削減目標を提出すること、そして各国が提出する約束案については、事前に国際的に協議をするとともに、約束の取り組み状況については国際的な評価、検証が必要である主にこの3点を主張をさせていただきました。その上で、この COP19 においても我が国の立場を 明確に主張すするることとが重要であると考えております併せて、この COP19 では我が国があらゆる国内施策を実施をして、温暖化対策を積極的に推進していることや、そして我が国が誇る環境技術を活用して、世界全体の温室効果ガスの排出削減に貢献していくことをしっかりアピールをしていくことが重要である。 といいう思いであります、えー、なおかつ先ほど申し上げましたがこのプレコップにおきましてはあ今回議長国のポーランドが産業界とのセッションということでまず最初にこのセッションから始められましたそれを見ますと今後コップ1 9においても機会があれば 我が国から民間資金の投資促進を図る取り組みや、二国間クレジット制度などを紹介するなど、官民連携の推進について意見交換をしていきたい、まあ、こういう姿勢で臨むべきであると考えております中西鈴介君。ありがとうございます。まあ、事前に副大臣が足を運ばれて、日本側の主張もお伝えをなされたというふうに承知をしております。その中でやはり今 事前の主張にもありましたように、日本としての立場、日本としての目標設定を、やはり今回打ち出す大事な局面、大変難しい判断でありますが、しなければいけないと私はこう思っております。ただ、現状、あの日本は90年比に25%削減を目標ということを国連では登録をしたままということでございます。まあ、これは東日本大震災がありました。そして原発事故があった。 その以前にですね、原発を最大限活用するという前提で作った目標でありまして、これは私個人の意見でありますが、25%削減をこれからも続けるというのは現実的ではないと私は考えております。その中で、まあ、安倍総理からのご指示もあって、とにかく25%削減目標をゼロベースで見直せと、そしてコップまでに考えろという話、 今、見直し中であるということも伺っておりますが、これから日本が国際的な議論でも、やはり主導権を発揮して、えー、このコップでの役割も果たすためには、今回、どういうふうなご表明をなされるのか、可能な範囲で現状としての立場をお伺いできればなと思っております石原大臣。ただいまあの、中西委員がご説明いただきましたり、マイナス25%っていうのは、 2020年25%の前提にです、ね、原発の割合が2030年で50%、まあ、すなわち311の前で3割弱でございますから50基の原発を100基にするという大前提の上に成り立っておりますのでこれは私も委員のご指摘のとおり非現実的であるとで私どもやはり現実的な数字を可能な現実的な数字を を示していかなければならないまあそんな中で1月に指示をいただきまして今官権省庁で最終的なあ詰めを行っているところでございますが10月の末に、えー、関係大臣でザックバランに意見交換をさせていただきまして、えー、前が見えてきたなというところまでやってまいりましたまあその中で日本が地球規模で最大限のこれからも貢献をしていかなければならない もちろん日本はすでに省エネ、再エネやってますけれども、さらに省エネ、再エネ、技術革新によって伴う努力によって、どれだけのことができるのかということをしっかりと示していくということが、今回のワルシャワの会合では重要だと、こんなふうに認識をさせていただいております。中西雄介君。大大臣あありりがが、とうございいまます。す変難しい局面でありますが あ本当に真摯に取り組んでいただいているなというふうに私は感じております。まあ原発が停止をしている今ですね、この目標提示にあたっても、やっぱり前提条件というものを整理すること大変今ご苦労されているんじゃなかろうかなとこのように思っております。あのー、まずはやっぱり大震災の復興も途上であると、そして被災地の傷跡も。 まだ根深いものがあるということも合わせて、この COP の中ではお伝えをいただきながら、日本が置かれたエネルギーの環境、資源が少ないという前提も含めてです、ね、今回の目標を現地で、えー、ご説明といいますか、世界に PR をしていただきたいなと、こんなように私は思っております。先ほど大臣の方からもお話ございましたが、やはり日本一国の減らす量は大事なんです、これをしなきゃいけないんですが、やっぱり、 これほど環境に配慮した国はないわけでありまして、その点におきましては、これから途上国の割合がものすごく増えてまいります。そして中国や近隣諸国に対しての貢献もたくさんある。その中で、我が自民党としても、この主張をさせていただいておりますが、二国間クレジットをしっかりと拡大をして、世界に貢献をしようということが大事じゃなかろうかなと、このように思っております。これから、 まあ今、日本が抱えている優れた環境技術を世界に対して広く普及するとともに、世界に貢献する、またそれに対して評価もしっかりいただくというために、二国間クレジット制度を推進していくべきだと、このように考えておりますが、お考えをお伺いたいと思います。北川副大臣 例えば委員がおっしゃられたように、まあ、日本の国だけで温室効果ガスの削減ということも限度がありまして 1990年、また現在も世界のこの温室効果ガスの中に占める日本の排出割合というのは3%でありまして、そういうことを考えると、あらゆる国と協力して、この削減をしていかなければならないというのは確かであります。その中で今回、我々も主張いたしておりますが、この二国間クレジット制度。 JCM の促進が重要との認識はまさに共有をしていただいていると思います。本制度の促進にあたっては、署名国の今後の拡大と、具体的なプロジェクトの形成の2点が主な課題であると考えております。 このため、COP19 場などの場を活用しつつ、さらなる署名国の拡大に向けて取り組んでいきたい、こういう考えであります。また、今年度から j c m を活用する広報案件への設備補助事業を開始をいたしました。具体的なプロジェクトの形成を推進し、さらにより大規模な排出削減につながるよう、社会インフラに関する技術移転を行い、都市や地域を 丸ごと低低炭素化していくスマートシティとも言われておりますが、こういう案件を含め、さまざまな調査事業を推進してまいります。今後もこれらの課題に取り組み、世界に先駆けて実績を積み重ねていくことが必要であり、また国際的な温暖化対策の枠組み構築に向けた議論を、我々はぜひ主導していきたいと考えております。中西雄介君 さんありがとうございます、えー、本当にこれは、これから外交の大きな武器にもなるんじゃないかなと、私はこのように考えております、ただまあ現状、このクレジット二国間のクレジット制度がうまく進んでいるのが八か国、えー、ということでございますので、なんとかこれを世界のニーズに対して結びつきを広めていきたい、こんな思いをしておるところであります。そこで 一つご提言も含めて申し上げたいと思いますが例えば全国1800ある基礎自治体市町村がありますが各自治体ごとにいろんな国と友好都市関係友好姉妹都市関係を結ばれていると思っております全国の1800の自治体の首長さんがどんどん世界に出ていっていただいて自治体ごとに有好関係の上に上乗せして 環境分野もより技術的、あるいは人的な面も含めてです、ねえー、環境の友好関係を築いていこう、こうした環境姉妹都市をぜひ推進をしていくべきじゃなかろうかなと、このように考えております、この二国間クレジット制度については、あ環境大臣、そして外務大臣、外務省とともにです、ね、動いていると思いますので、政府として動くと、やはりなかなか。 動き、俊敏にいかないところもあろうかと思いますので、ぜひ自治体の取り組みを後押しできるような効果はないのかなと、そんな思いがしております。例えば国立環境研究所の下によりますと、25%削減、まあ、これまでの目標ですね、1990年比で2020年25%削減するには、最大これから100兆円ぐらい追加投資を民間も含めてしなきゃいけない。国として100兆円の富が奪われることを考えれば、 全国1800ある自治体がです、ね、しっかり旗を振った推進をして、都市間の環境有効、環境姉妹都市の連携が進めばです、ね、二国間クレジット制度に基づいた連携が進むと、そういう結果につながった場合、例えば交付税です、ね、環境分野での措置をするとか、何か自治体にしっかりとインセンティブが働くようなです、ね、制度の在り方をこれから考える必要が あるんじゃないかなというふうに思っておりますが、ご意見をいただきたいというふうに思います北川副大臣。<laughs> ただいま、委員がおっしゃられましたように、現在のところ、この二国間クレジット、八都市と事業を進めるという方向であります。また環境省におきましても、今年度から自治体間の連携を活用して、 二国間クレジットのプロジェクトを形成する取り組みを開始したところであります。具体的には北九州市とインドネシアの空林市そして先日大阪市とホーチミン市との間で調印も済ませましたがこういう連携のもとそれぞれのプロジェクトの実現可能性調査を実施をしているところであり一方このような自治体連携をさらに拡大していくためアジアの都市の環境情報をデータベース化した 自治体プラットフォームをこの10月の22日に立ち上げをいたしましたまた10月24日に横浜で開催をされました第2回アジアスマートシティ会議におきまして私も参加をさせていただきましてその中でアジアの23の都市の市長や幹部の方々が出席をしておられましたその中で私も自治体連携の重要性を訴えをさせていただき なおかつ、我が国がこれまで経験をしてまいりました環境問題、こういうものに対する経験、そして今、我が国が持っている技術等は、必ずやアジアの皆様方の役に立つ。 こういう発信もさせていただきまして、出席をされているアジアの都市の方々にも共感を得たと思っております。そういう点におきましても、今後ともこうした取り組みを通じて、自治体連携を深めることにより、社会インフラ整備などに積極的に関与をし、 途上国の自治体のまあ丸ごと低炭素化を推進をしていきたいと考えております。委員おっしゃる通り、まあ自治体と連携をしていかなければならないのはもちろんのことでありますし、温暖化対策というのは。 国民の皆さん方の本当に理解と協力をしていただければ、推進をできない課題であると思っております。まあ、そういう考えもありまして、委員のおっしゃるのも一つのアイデアかもしれませんが、今、われわれはこういう取り組みを始めたばかりでありますので、まあ、交付金制度ということになんでは、今後の課題かなと思っておりまして、現時点ではまだなじめないのかなという考えでありますので、ご理解をいただければと思います。中西之助君 ありがとうございます。まあ、ぜひ、えー、自治体といいますかあ、それぞれの地域の特性、あるいは省エネやいろんな技術の環境を地方で持ってますので、そういうことを世界に対して広めるような後押しを、これからもご検討をお願いしたいと思っております。私、驚きましたが、中国との外交関係は非常にねじれたある種、状況にありますが、実は先月末にはですね、北京市のお環,境お副環境局の副局長お責任者の方が東京に参りまして、 東京の排ガス規制のあり方とか、環境への取り組みを直接学ばせてくれということで、頭を下げてやってきたということであります。あの非常に住民の方々の目線に立てば、環境問題というのは、国や、あるいはイデオロギーやあー、そうした政治の状況を置いといても進めなきゃいけない、こういう大きなテーマだと痛感をしたあニュースで、えー、を聞いたところであります。これからもぜひ 石原大臣の強いリーダーシップのもとでこの環境行政をしっかり進めていただけるようお願いを申し上げまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。高橋勝則君、自民党の高橋勝則です。質問をさせていただきます。えー、福島第一原発事故にの事故によりまして、まあ福島県内 甚大な被害を被りましたが実はお隣の栃木県もやはり被害を被っています例えば福島県の栃木県と接する白川市さらには西郷村そして栃木県側で接している那須町さらに那須塩原市こういうところの放射線量というのはほぼ 同じなんですがただ、除染メニューについては、福島県は高染料メニューが使えますよ、ただし、県を越えて栃木県に入ると、そこは低染料メニューでございますそういう状況になっているんです、このことについては、地元自治体の町長、市長をはじめ、住民の方々からも、どうしてなのと、なぜ素朴な疑問だと思いますが。 この辺を踏まえまして、えー、除染メニューに関して、高線料メニューと低線料メニュー、これはどのような基準でそれぞれ適用しているのか、お答えをいただきたいと思います。井上副大臣。はいえー、まずもって、高橋委員には地元、栃木においてもさまざまなあ対策、ご協力いただきまして、感謝を申し上げます。 でご質問のです、ね、高線量メニューと低線量メニューにつきましては、特措法の基本方針、あるいは除染関係ガイドラインの中で定めております。低線量メニューにつきましては、福島県外において、環境省が放射線量低減対策特別緊急事業費補助金により、財政措置をする除染事業について適用をしております。 高専量メニューにつきましては、福島県内において、福島県が県民健康管理基金により、財政措置をする除染事業について適用しているところです。高橋克典君、まああの。福島県が基金を独自に策定していると言っても、これはすべての財源が福島県が負担をしている財源なんでしょうか。 井上副大臣国の方でです、ね、この福島県が設置をしている県民健康管理基金に財政を措置しております高橋勝則君え。つまり、福島県独自の基金といっても、それは、まあ、乱暴な言い方になりますけれども、国が行っているというふうなあ理解をせざるを得ないと思っています。そんな中で例えばあの 低線量メニューの対象地域となっている栃木県、福島県に隣接する那須町などではあの、おざなりな対応しておりません、細かく線量をきちっと測定をし、調査、分析をして、除染活動をやっていますけれど、どうしても、低線量メニューでは空間放射線量が下がらない、いわゆるホットスポットと言われている、そういうところはあることが事実です、そういうところがあることも事実なんです。 しかし、えー、町をお預かりする町長、私も町長15年やらせてもらいましたけれども、たとえ低線量メニューの対象地域であっても、町内で目の前に、高線量メニューを使わなければ、空間放射線量が下がらないという現実がホットスポットとしてあるとすれば、これは国が低線量メニューでございますから、できませんよということは、これは言えないことなんですね。ですから、那須町などでは、独自に、えー、自らの財源で、 そういった対処をしているという現実もありますが、とてもとても一つの小さな町で、そういったケースが多い場合には対,し対応しきれないということにもなろうと思います、そういう現実があることに対しては、どういうふうに感じていらっしゃいますか。井上副大臣 あのやはり大切なのはです、ねえー、人の被ばく量をいかに低減していくかということでありますから、そういった被ばく量に多く寄与している地点についてはあ、しっかりとした除染を実施していくということが大切だと思っております。ですから、例えばです、ね、低線量メニューが適用される地域においても、放射性物質が濃集している外然性が高い地点、いわゆるホットスポットですね。 ホットスポットにつきましては、除染関係ガイドラインの中で、必要に応じて土壌の点置返し、あるいは除去など、いわゆるその高線量メニューも認めているところでありますので、あの具体的にですねここのホットスポットがということがあれば、えー、ご相談をいただければと思っています高橋勝典君、大変前向きにありがとうございます。えー、一つお伺いいしたいのが あまあ西郷村、別に僕は西郷村に恨みがあるわけでもなんでもないんですがた、例えば西郷村、これ、高線量メニューの対象地域ですけれども、この福島県の基金を用いた除染事業によって、今、えー、やってるわけですが、西郷村の除染作業の、例えばメニューの対応の仕方あ言い方を変えれば、西郷村もすべてが高線量メニューをすべてを使って、 ははななないいいいいとととと空間放射線量が下が下らないということではないと思いますそれをやらなければならない場所もあるだろうし、低線量メニューのようなメニューでも対応できるところも当然、同じ村の中にあると思うんですが、西郷村のそのじ実情について、お分かりになれば、お答えをいただきたいと思います、はい、小林局長あの。今、先生からご指摘ございましたように、あの各 それぞれの地域で、えーまあ、住民とのご相談の上で、計画を作ってあの、メリハリをつけてやっていただいているところでございます。今、お尋ねの,あの西郷村の除染事業でございますが、あの今、お話にも出ておりましたように、えー、国の補助金によりまして、えー、福島県が管理する県民健康管理基金、これを造成して、えー、その中からあの財政措置を実施しあの、事業をやっていただいているところでございます。あの県からの報告によりますと、平成23年度は約8000万円。 千二2 4年度は約15億6千、えー、15億六千万円の支出実績があったというように承知しているところでございます。なお、あの本年度も引き続き、除染事業については計画に基づいて実施しているところでございます高橋勝典君、まあ。今、あの金額の総額はお話しいただきましたが、ということは、まあ、西郷村全体で、まあ、例えばあ、高線量メニューに規定されている、まあ 屋根のお除染ですとかあの、庭の氷土除去、これ、すべてやってるわけじゃないと思うんですよ、高いところはそれをやる、高くないところは何も高線量メニュー使えるからといって、それを必要もないのに使うということは絶対やってないはずなんですが、その辺のところは分かりませんか。はい、ご指摘のとおりでございまして、あの方法につきましてはあのガイドラインに。 詳細にあのメニューを示してやっていただいております。その中で、今、先生ご指摘のとおりでございますが、 あの線量が比較的高いところについては、まあ、あの氷土の除去を含みます、あるいは、まあ、あのショットブラストなどを使うような対策を場所に応じてでございますでやっていただいております、それからあの比較的低いところについては、まあ、なるべく拭き取ったりいたしまして、あまり、まあ、女性の廃棄物が出てこないというようなことで工夫をいただいております、ただ、まあ、そういう中にありましてもの、特に子どもの生活空間についてはあのーまあ、より手厚い対応を取っていくと、こんなあの形のメリハリをつけてやっていただいているところでございます。 高橋勝取君つまり地方は、地方自治体はメニューがありますけれども、それぞれきちっと調査をし、分析をして、そして適切に除染作業をやっている、そういう実態、現実であるということだと思いますし、間違いなく各自治体はそれをやっていると思います、那須町もそれをやっている。ということは逆に言うと、那須町でも、那須塩原市でも、 一生懸命細かく、メッシュを細かく切って、やればやるほど、もうどうしても高線量メニューを使わなければならないところっていうのは、よりはっきりしてくるわけなんですよね。ですから、私が申し上げたいのは、自治体はそれだけ真剣に取り組んでいます。ですから、あのこういった制度をあのやる場合には、どうしても一つどこかでラインを決めなければならない、これわかるんです。 制度を実行する場合には、どこかで、あのまあ、便宜上という言い方は失礼だけども、どこかで線を引かなきゃならない、私も町長々15年やってきましたから、制度設計をして実行する場合には、どこかで引かなきゃならない、これはわかるんです。ただ、それを引いたときに必ず原則をとして引いたとしても、例外は出てきますよね。問題は、私たちがやらなきゃならないのは、 原則、どこかで便宜上を引かなきゃならないけれども、仮に例外が出た場合にそこをどう対処していくのか、そこをきちっと状況に合わせて個別に、丁寧に対応していかないと、あのいわゆる自分たちは国に、まあ言葉悪いけれどもね、捨てられたんだと、あのラインで切られて、こちらは関係ないよっていうふうに言われたんだというふうになってしまったら、これは、 まちづくりできないことになりますし、これからあのこの原発事故の処理の問題については、いろいろなことを国民が心を一つにしてやっていかなきゃならない、栃木県でも指定廃棄物の最終処分場の問題、まあ、こ,れこの後から質問しますが、その問題もある、だからこそ心を一つにして、自分が良ければいいじゃなくてね。 自分がよければいいということじゃない感覚の中で組み,立てて組み立てをしていかなきゃならないんですから、やはり、えー、原則は引いたとしても、例外があればそれに対して個別に丁寧に対応していく、そういうことをやっていかないと、この問題は除染だけの問題じゃありません、そのほか、あいろいろなこの原発事故の処理をしていく全体に大きく影響する問題だ,だと思いますので、 原則的にラインを引くことはしょうがない、それは便宜的にある程度わかることなんですけれど、栃木県であれば那須町やお隣の那須塩原市、それから千葉県の柏とか野田といったところにも,も、もしかするとホットスポットがある可能性があるわけですから、そういうところを県や市の境界で切るんではなくて、 高線量であるか、低線量であるかという、そういう基準によって、丁寧に対応していただきたい、そういうふうに考えておりますので、これはどうぞよろしくお願いいたします。次に指定廃棄物の最終処分場の問題でちょっとお質問いたします。まあ、あの石原大臣はじめ、環境省の皆様のご努力で、実はこれは11月2日の地元の新聞ですけれども、 栃木県内18市長が理解を示しているという記事です。これ、アンケートを取られたんですね。県内24市町です、町ですから、まあ、そのうちの18市長が理解を示したということは、これはあの皆様のご努力の結果だと、私は率直に評価をいたします。なぜならば、えー、前政権の時2012年の9月でしたけれども、野田政権の時に、当時の環境副大臣が突然栃木県に来て、 栃木県の矢板市というところに、この指定廃棄物の最終処分所を作りますという、唐突な訪問でありました、これについては、後からなぜ矢板市が選ばれたかっていう、その理由は説明がありましたけれども、そういうやり方をされると、もう誰もその矢板市を選んだ理由などに耳を貸す人間はいないんです。 まあ、あの人間というのはそういうものだと思います、私も当時は矢板市の隣,の隣の隣の高根沢という町の町長でしたから、同じように憤りました、こんなやり方をされたら、理解していただけるものも理解していただけなくなるということで、県内の市長、町長で、えー、あのいろいろな議論を話し合いをしまして、このやり方では絶対に受け付けられないということで、お戻ししたわけですね、でその後、まあ政権が変わったということもありますけれども、 非常にスタ,ートスタートから丁寧な対応をしてくださって、ここまで来たんだと私は思っていますので、それは先ほど申し上げたように率直に素直に評価をしたいと思うんです、で現在、まああの、実はこれ、質問を用意してたんだけれども、この地元の新聞にだいぶプロセス出ちゃったんですが、丁寧におやりになってきてくださっている、そして今の状況、 どういう状況なのか、ちょっとお答えいただきたいと思います井上副大臣。はい、えー、まず、ですね私ども、政権に復帰をいたしまして、で私自身もその直後に、えー、栃木の知事さん、それから八重田の市長さんのところに伺って、まずはあのお話を伺いました。高おっしゃるりりですねやはり前政権の時に 地元の意向を全く考慮しないような手続きが進められていたということで、それをしっかり反省をして取り組んでもらいたいというお言葉もありましたので、それを深く受け止めまして、まず、これまでの前政権での取り組みについて検証をいたしました、そしてその結果、改めるべきところは改めようと、そういう観点から、 地元との意見交換を重視した選定プロセスに大幅に見直すという方針を本年2月に公表いたしましたでこの新たな方針に基づいて、えー、本年3月から現在まで有識者会議それから5県における市町村長会議を並行して開催をし処分場の安全性また候補地の選定手順などについて議論を重ねてまいりました でおかげさまで10月4日の第6回の有識者会議においては、各県で候補地を選定するためのベースとなる基本的な案、これを取りまとめてもらいました、まあ、これを踏まえて、今後、この各県5県前のお選定手法の策定を進めていきたいというふうに考えております。まあ、具体的にはです、ねえー、今月から 各5県で日程調整をさせてもらいながら、市町村長会議、これをまた開催して、ここでこの有識者会議の結果を議論をしてもらおうと思っております。いずれにしてもです、ね、指定廃棄物の処理を進めるには、やはり関係自治体のご理解とご協力、これが不可欠だと思っておりますので、まあ、今後ともぜひ、高橋委員におかれましても、ご協力よろしくお願い,いたします高橋克典君。 あの指定廃棄物の最終処分場のこ,のこれから決定に向けて、まあ、ご努力をされていくということですけれども、まあ、国の責任,責任で前面に立ってあの進めていただきたいと思っていますそして先ほど申し上げたように県内24市長のうち18市長が理解を示しているというアンケート結果は出ましたが、まあ、あの理解を示しているといってもやっぱり 一番心配をしているのは風評被害です、風評被害に関しては、例えばテクノロジーでどうのこうのしようということにならないわけですから、やはりどの市長、町長に聞いても、風評被害が一番やっぱり気にかかると、で正直言えば、風評被害はこれは必ず起きると、私は思っています。 まあそのとき、国はどこまでその風評被害に対して責任を持って対処していく覚悟があるのか、さらには、例えばその風評被害に備えて、国県市町村が共同して、風評被害対策のための基金などを創設するというお考えはあるのか、可能なのか、そして地域振興策。 これはまた風評被害防止とはまた別の観点になりますけれども、そういった立地市長に対しては、積極的にその地域振興策について、応分の財政措置を取っていくというお考えはあるのか、以上、お願い答弁をお願いします<上>梶原部長、えまずあの風評被害対策でございます。あの先生あのご提案あのですね 風評被害対策のための基金の創設、これも、えー、具体的な対策の方法の一つだと考えておりますけれども、まず、あの正確な情報をお示しをして、えー、風評被害をできるだけ発生、えー、させないようにすることが第一だというふうに認識をしております。そのののために、えー、私どもの施設の安全性の PR あるいは あの施設を作る前、そう作った後のですね、モニタリング情報の公開等によりまして、風評被害の未然防止に万全を尽くしてまいりたいと考えております。これまでにも、あの、環境省のホームページ等を通じまして、そういった安全性でありますとか、についての広報に努めておりますけれども、これに加えて、え、国民の方々、住民の方々により分かりやすい きめ細かな情報提供を行っていくために、えー、パンフレットの作成なんかにもお力を入れているところでございます。<laughs> 今後ともおこの、このような施設のお安全性の PR に努め、えー、生活正確なあ情報提供を行うことをお講じた上で、さらに万一風評被害が起こった場合には、関係省庁とともに連携をしてですね、しっかりと対応をさせていただきたいと思っております。また、あの、第二点目の地域振興策、 についいてでございます、えー、平成26年度の概算要求におきまして、えー、復興庁の方から <coughs> 放射性物質によります、えー、汚染された廃棄物処理に関する環境整備のための経費を事項要求をさせていただいているところでございます。具体的な地域振興策にどう応えていくかについてはですね、広報値が決まった段階で、その地元地元のご意向も賜りながら、 あそれがあしっかりと反映できるように努めてまいりたいと、う,うに考えております高橋勝利君あの風評被害が起きないように万全を期するということは、これはもうぜひお願いをしたいんですけれども、例えばですよ、今回原発事故起きました、原発は絶対安心なんですという、そういう思想の下で組み立ててくるのとあ、組み立てるのと、 原発は安心なんだけれども、安全なんだけれども、やはり人間がやることだし、自然という人間の力の及ばないというものが相手なんだから、万全を期すけれども、ありえるんだという、そういう思想で物事を組み立てるのでは全く違うわけですよね。ですから風評被害は を出さないためにご努力をされる、それはもうぜひお願いしたいし、敬意を表しますが、それでもやっぱり風評被害は起こ,る起こり得るんだという考え方で、事前にきちっとやらない、やった方が、私は絶対に、あのそれぞれの市町村長さん方を含めて、また県民も含めて、まあ、これ、栃木県だけの問題じゃありませんからねあの、ご理解を賜れるんだと思うんですよ。もう多分国民は絶対に あのまあ、絶対に起きないとはおっしゃってないんですよね、起きないようにし努力しますだけでは、多分信用しないでしょう、ここまであの風評被害を起きないようにやりますけれども、それでもやっぱり起きるかもしれない、起きたときにはこういうことでやりますよっていう、それがさっきの基金みたいな一つの発想なんですが、そういうことでしか多分信頼、信用は勝ち取れないんではないかと私は思うんです。そそしてうういう 思想のもとで組み立てることが大事なんじゃないかな、私たちはあの今回で大きな経験をしたわけですからね、まあ、そういうふうにぜひあのお考え方をもう一度組み立て直していただければ、大変ありがたいと思います。次にあの指定廃棄物の最終処分場とは別なんですけれども、先ほど中西先生からもご質問がありましたが、関連するんですが、あの除染技術の開発。 を進めていくこと新たな、新たな技術という意味でね、えー、そういう意味で、そういう技術の開発のための予算措置については、どのようになっておるでしょうか井上副大臣、はいえー。委員おっしゃるとおり、除染の加速化に向けては、民間による新技術の開発を積極的に促進していくことが重要と考えております。で本年9月に発表した 除染の進捗状況についての総点検においても、新技術の活用を促進していくことを発表いたしました。えー、そのために、環境省においては、新技術の実証試験を行って、その有効性を評価・公表する除染技術実証事業について、平成24年度、25年度と予算措置を行って実施をしております。 また、新たな技術を有する企業と、除染を行う事業者などとのマッチングを促進をするため、新たな除染技術を迅速に登録・公開をして、評価をする除染技術探索サイトを本年度から整備をしております。こうした取り組みによって、今後とも除染に関する新技術の開発、導入を促進してまいりたいと思います。高橋克典君次にあの ちょっと順番を変えさせてもらいます平成25年5月に第三次循環型社会形成推進基本計画というものが閣議決定をされ、まあ、いわゆる地域循環圏という考え方が出てきましたこの地域循環圏の構築の実績、えー、循環圏個々の主体及びその具体的取り組み状況並びに ここの取り組みに対する国の具体的な支援メニューと支援実績について、お伺いしたいと思います梶原部長。今あのお尋ねのお地域循環計につきましては、あの今先生ご指摘のように、えー、本年5月に閣議決定いたしました第3次循環計画の中で、大きな取り扱いをしているものでございます。 あの、具体的には、あの、地域の特性、あるいは地域に眠っている資源の性質に応じまして、えー、地域内で循環可能な資源をなるべく循環させて利用するんだと。そして、えー、その特定の限られた地域では、ああ、なかなか循環できないというものについては、さらに輪を広げて、広域的な形で、えー、循環型の社会づくりを進めていこうというものでございます。あのー、具体的には、あの、 例えば地域で発生いたしました食品廃棄物からの廃棄を作って、それをさらに農業に利用していくといったような取り組みなどが挙げられます。それ以外にも都市型のもの、あるいは、ああ、有用金属を取り出すといった類の循環の輪というのもおあるというふうに考えてございます。あのー、この推進につきましては、それぞれの地域の住民の方々、あるいは事業者の方々が地域の実情に応じて、 進められるように昨年7月に地域循環、循環形成推進ガイドラインを策定しておりますさらにあの支援メニューということでお話がありましたけれどもそういったガイドラインに基づいて例えば地域の方々がモデル計画を作って え進めていくといったような支援メニューにつきましても、本年度から実施させていただいているところでございます高橋勝則君、今、答弁の中にあった地域循環圏形成モデル事業のことだと思いますけれども、今年の7月から8月にかけて、あの公募が行われたと思いますが、その応募状況および、まあ、 具体的な内容まで概略をお話ができるんであれば、お伺いしたいと思います。梶原部長。あの地域循環系形成モデル事業、本年度からの事業でございます。あの応募状況につきましては、あ三件のご要望がありまして。それで具体的に中身に,につきましてもですね、実はあの。 今月中下旬にですね、審査会を開いて、その審査会の中で、検討会の中で、応募の要件を検討していくというものでございます。具体的には、あの地域の住民、事業者、地方公共団体等、地域コミュニティを形成する幅広い主体の方々が参加をして、なおかつ、 地域の実情に即したものができ,るので,はないできるかどうかといったような観点から審査をしてまいりたいと思ってございます。あのー、こういったような事業、まあ、予算的にもあの限定されておりまして、あの3件ということではございますけれども、こういったような事業につきましては、あのその結果、あるいは中身、中身、あるいはその結果につきまして、 あの発表会あるいはホームページ等で PR をして、えー、他の自治体の方々あるいは住民の方々にもお参考にしていただいてこの輪を広げてまいりたいというふうに考えてございます。高橋勝則君。はい。それではまた質問の項目を変えます。あの那須町栃木県の那須町には那須平成の森というのがあります。これはあの那須御用邸のお一部を 天皇陛下が国民が自然に直接触れ合える場として活用してはどうかというようなそういったあお考えのもとに平成20年3月に宮内庁から環境省に所管ががあり日光国立公園第2種特別地域として平成23年5月那須平成の森が開園をいたしましたその後那須高原ビジターセンターフィールドセンター緩膜台等が整備をされて 非常にあの国民の皆様にとっては親しまれる素晴らしい自然の残ったあ那須平成の森であると思っていますで実はあの東日本大震災以降那須町は風評被害によって観光客が、まあ、平成23年度は25%も落ち込んでいるという状況そこで何とか もう一度震災前の状況に戻したいということで本当に地元は努力をされているんですけれどもその中でやはりこの那須平成の森ここにはまだ渓谷沿いなどに非常にあの素晴らしい景観スポットが多く残されていますし展望台や渓谷歩道の整備などあのまだまだあるもの探しをしていくと素晴らしいものがたくさんあるそういう意味で 新たな施設整備を計画する考えはあるのでしょうか、これは那須町の震災以後,以後の振興につながることでもありますし、さらに地元との密接な連携の中で利用促進を図るという、そのソフトの部分というのは非常に大事だと思っています、そのようなところで、どういうお考えがあるのか、お聞かせをいただきたいと思いいますは槙、い、原政務官。えー 先生ご指摘のとおり、えー、平成の20年の3月に、まああ、環境省の方に、この那須平成の森が移管をしまして、えー、それからまあ3年以上かけて、中、えー、の整備、例えば、小止めの滝っていう、先生ご承知のとおり、滝があって、そこの滝を見るための干ば、えー、台なんか、あるいは中、えー、の。 ところですね、そういうところを整備をさせていただいて、3年たって23年の5月にオープンをさせていただいたということでございます、オープン以来、毎年約10万人を超える多くの方にご利用いただいておりまして、特にトレッキング型のコツアーであるガイドウォーク等の自然体験プログラムというものが大変好評を博していると。 いうところで、えー、ございます、えー。もちろん環境省としても、えー、先生ご指摘のように那須の復興も含めて。 利用の促進を図っていきたいと思っておりますし、まあ、特にそのプログラムの充実ということについては、今なお真剣に検討中でございます、施設整備等につきましては、一部、キャンプ場のアクセスからの通路などを検討中でございますけれども、先生やあるいは関係の自治体の皆様から、こういうところもぜひということがあれば、ぜひご指導をいただいた上で、 検討をしていきたい、まあ、このように考えておりますので、まあ、今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。高橋克典君。はい、あの、特に、私は、やっぱり大事なのはソフトだと思います。例えば、あの、まあ。 僕はまだ参議院議員になりたてで、まだあの前の町長職のことが頭にいっぱい残っているもんですから、高根沢町で平成15年にエコハウスというのを作りました、全国9か所、これ環境省ですけれども、そのうちの1つです、これを運用するにあたって僕は役場の職員に言いました、君たちは絶対に考えるなって、君たちが考えても面白くないからって、民間の力をどんどん借りようと、そして今、エコハウスはあ、まあ、あの非常に。 素晴らしい活動をしてくれているんですそういうことから言うとやはりあの那須町にも那須町以外の地元にもいい意味での変わり者はいっぱいいますからそういう方々をいかに仕組みの中に取り組んでいくかっていうそういう柔軟性が絶対必要なのでそこをよろしくお願いしたいと思っています、えー、次にあの時間が少しなくなりました環境税についてですがこれ端的に聞きますまあ今の環境税は どちらかというと、排出源対策、しかし、えー、あの地方からすると、九州源対策というのが非常に重要なんです、えー、気仙沼、唐桑半島の畠山さんの牡蠣というのは有名ですけれども、この畠山市は、えー、森は海の恋人ということで、一生懸命山に広葉樹を植えてきた牡蠣漁師です、牡蠣の養殖家です。そういううい発想から言うと まあ吸収減対策、まあ法律上の問題もあるかもしれませんけれども、そちらにきちっと財源をこれから振り向けていく必要があるのではないかと思うんですが、その辺のご見解をお願いいたします。北川副大臣、えー、ただいま委員のおっしゃる通り、森岡海の恋人ですか、えー、岩手の方のこのようなご意見等もありますし。 森林源の吸収というものは、地球温暖化にとっても重要な、まあ、ツールであります、その中で我が国のこの環境税の議論、さまざまありますし、党の方でもこの問題についての議論もありました、特に地球温暖化対策のための税、いわゆる温帯税が、昨年の10月からスタートいたしました。 我々といたしましても、この税が今、引き上げ段階でありまして、きちっとした税として定着をしていくこと、これが最も重要であると考えております。一方、森林吸収減対策につきましては、 与党の平成25年の税制改正大綱において財源確保について早急に総合的な検討を行うということにされております。この方針に沿って総合的な検討を行っていくことになるものと考えており環境省といたしましては、既発融税など当分の間設定される税率をグリーン化の観点から維持をし その税収を今後、森林吸収減対策等に優先的に充当,当する。 いうこととをを農水省とも連携ししつつ要望をいたしておりますまた農水省と連携をいたしまして、干ばつ剤等を活用した再生可能エネルギー導入の推進のための事業も実施をしているところでありましてこういう、こうした取り組みを通じまして、森林吸収源対策の推進に努めながら、温暖化対策に寄与していければなと考えております。高橋勝君 最後の質問ですが、私はあの15年間、地方の小さな町の町長をやりましたけれども、調整の柱は環境政策でした、平成12年に生ごみを一切、生ごみを燃やすのをやめようということで、1日出る3トンの生ごみと、酪農家から出る1日40トンのうちの、そのうちの16トンの畜産糞尿、そして米どころの町ですから、そのお米から出るもみ殻、これを1日約3.5トン。 これを攪拌して、地元の土にいるバクテリアで50日間かけて堆肥を作る、年間1700トンから800トン、1800トン生産できますが、そしてこれを大地に返していって、農業者の方に作真剣に作っていただいて、それを地元で食べて、また残骸を自然に返していく、当然、市街地の方々には分別の手間がかかります、1枚6円で成分解性の袋を買っていただかなきゃならないという現実もあるんですが。 あえて町民の皆様にご負担をお願いして、そしてそのことがあの、二酸化炭素排出の削減にもつながるし、地球環境にもつながるんだけども、一番言ったのは、生ゴミを燃やすということは当たり前のことじゃないでしょうと、私たち大人が当たり前のことができなくて、どうして子供が当たり前に育つんですかと、我々大人は少し大変でも、当たり前のことをやって、当たり前の姿を子供たちに見せましょう、そういう街をつくっていきましょう。 そんなことを言ってきた結果、当然、市街地住民の方々の意識も変わりましたし、農業者の方の意識も変わりました、それはそういう形でできた堆肥を使って、真面目に手間かかるけれども、ものを作ると、地元の方々が、学校給食でまず導入しましたけれども、学校給食で子どもたちが食べてると、子どもたちが食べてる野菜はどこで買えるんだって話になって、それで直売所を作ったら、それが年間4億5千万の売れ合いになって、つまり、 手間かかるけども、一生懸命やると、あそこのじいちゃん、ばあちゃんが作っている、顔の見える安心安全な、しかも安い農産物が食べられる、これ、インセンティブなんですよね。だから結局、努力をすることは、回り回って自分のプラスにもなるんだ、情けは人のためならずって言葉があるけれども、そういうふうなことで、非常にあの私は、まちづくりの一つの,あの形として、環境政策というのは、 大事なことだとだいうのが実感としてありますし多分環境行政であるからこそ、農業政策なり、他の産業政策なり、教育政策もこう横串がさせる、そういう位置に僕は環境政策というのはあるんだと思うんです。この土作りセンターという堆肥化施設を作ったことによって、子どもたちの作文をもらいますけれども、ここにこう書いてあるんですよ、大臣。私たちが仕組みを作れば 世の中に無駄なものは何にもないんですね、町長さん。それから、市街地の小学4年の女の子は、お父さんがタバコの吸い殻を生ごみに入れようとしたら、お父さん待って、私たちが給食で食べる野菜がタバコ臭くなっちゃうよ、こういうことを子どもたちが言う,言うようになった、つまり、環境行政っていうのは本当に大事なことだと思うんで、最後になります、もう時間なくなっちゃいました、手短で結構です。大臣の環境 省の役割に対すする思いいいをお願いいたします石原大臣あの高橋委員が高根沢の町長として、まさに循環型な町づくりを作った結果、子どもさんが親御さんに注意をする、まさに理想だと思いますね、やはり環境行政の基本は、まあ、生ごみ燃やさないっていうお話がございますけれども、 できる限り出さないリデュースそして使えるものはそのまま使うリユースそしてその次がリサイクルなんですねどうも私たちはこの順番がリサイクルからこうどうしても始まってしまうんですけれどもその対比を作るっていうのはまさに循環型のリサイクルですけれどもやはりそのあるものだけで 豊かな生活、そしてそれがまたクオリティの高い社会になっていくといったような環境行政循環型社会の構築、ちょっとこの言葉今流行らないんですけれどもまさに今、高橋委員がお訴えになられたものを実践するような環境行政でなければならないというふうに感じております。 柳沢光雄君民主党の柳沢光雄でございます、えー、環境委員会には初めて所属をさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします私は野田政権で一昨年の九月に経済産業大臣政務官を応接かると同時に福島の原子力災害現地対策本部長を兼務することになりました 昨年2月に復興庁が発足する中で経済産業副大臣を仰せつかりましたが志願をして現地本部長を昨年9月まで1年1ヶ月務めさせていただきました発災から半年野田総理から福島の復興に政府・国を挙げて取り組むことが最優先課題であり福島の再生なくして日本の再生はないと宣言をしたい 福島の復興に全力で取り組んでほしいというお話をいただいて昨年の9月の8日に野田総理と福島入りをしました当時、現地本部は福島県庁の5階の会議室をぶち抜いて設置をされておりました本省から100名を超える支援部隊そして警察、自衛隊、海上保安庁 さらには福島第一原発の復興に当たる東京電力の部隊、後に火災が起きたらどうしようかということで、えー、消防本部も私の指揮下に入ることになりました、えー、各責任者から報告を受ける中で、これはもう腹をくくって、えー、自分の目で見て肌で感じなければだめだと、そんな思いで、昨年2月10日に復興庁が発足するまでの5か月間、 県庁前のホテルを借り新幹線で往復するなどほぼ福島常駐で復興の先頭に立たさせていただきました2 0キロ圏内の警戒区域はもちろん避難区域をくまなく歩くまた市町村長さんの話を聞く仮設住宅を訪問して避難されている住民の皆さんの声を聞く 福島第一原発にも何回も入らせていただきました。本当に胸が痛いというよりは、胸が張り裂ける思いでした。東京電力に押し付けるだけではなくて、政府、国が前面に立って復興に当たらなければいけないということを強く思いました。課題は山積しておりまして、私なりに全力投球をしたつもりですが、 原発事故の処理がいかに大変かということは痛感をしております汚染水の問題あるいは除染の遅れの問題何よりも福島の皆さんに結果として約束が守れな,か守れないことが多かったということに関しては当事者としてじくじたる思いと同時に反省もしています発災から2年8か月 そろそろ希望的観測ではなくて住民の皆様に現実を正直に率直に説明をしてどう理解と納得を得ていくか新しいステージに入らなければいけないと私は思っていますで民主党はちょっと与党ボケをしてるっていうふうにも言われてますがこの福島の復興と再生の問題だけは本当に与野党を超えて 党派を超えて取り組みなければいけない課題だと思っておりましたそんな思いで私の個人的な考え方も交えて質問をさせていただきたいというふうに思いますのでぜひ率直なご答弁をいただければと思います最初にまず石原大臣も何回も現地に足を運んでいただいておりましたぜひあの原発事故と福島の復興に対するう率直な 思いをお聞かせいただければというふうに思います石原大臣。えー、柳沢理事がですね現地の対策本部長として、内閣、当時の民主党内閣で現場に足を踏み入れ、陣頭指揮をされているというのは、あのテレビ等々で拝見をしておりました。 今、委員がご指摘されたとおりです、ね、この震災に対する対応というのは党派関係ないということでまず震災が起こってすぐにもう政治的なモラトリアムこれを谷垣総裁とともに当時の菅総理に申し入れましたまたあの福島にもたびたび足を運ばせていただいておるんですが実はまだその入れない地域等々行きますとです、ねえー、車がまだ逆さまにひっくり返って 野ざらしになっているような場所や、あるいはちょっと内陸に入りましても、稲わらがです、ねえー、農家の軒先に置きっぱなしになっている、まだまだやれてないな、まだやれてるところもあるんですが、やれてないところも多々拝見することができました、やはりその今、現場主義というお話をいただきましたけれども、私、環境大臣にさせていただいて、 2週間前は川内村に行ってきたんですけど私1人で行くんじゃなくて環境省で融資を募りまして復興サポーターという形で地域に行って、まあ、大したお役には立ててません20人から30人ぐらいで行って地域のイベントのお手伝いをさせていただくただそれに対してもまあ喜んでいただける、えー、またその行くことによって勇気をいただくみたいな経験をさせていただいておりますのでこの問題はですねやはり しっかりと。引き続いて。取り組んでいかなければならない。というふうに認識をさせていただいております。柳沢光義君。あの、私もまたできるだけ協力をさせていただきたいと思っております。実は通告では、あの、一番先頭で苦労されている。井上副大臣にもお話をお伺いしようと思ったんですが。実は今日は。あの、現地本部長をされている。今朝の赤羽副大臣が。 あのわざわざお越しをいただいておりました、えー、聞いてると時間がなくなってしまうんですんさ質問の中で <laughs> あのお答えをいただければというふうに思います、お許しをいただきたいと、でえー、私が現地に行ったのは8歳から半年、課題はもう山積をしていました、それを全部現地本部で受けるという形でした。 一人でも多くの方に一日も早く自宅に帰っていただくということが最大の使命だというふうに感じていましたまた福島第一、ま、原発をですねそのためにも何としても冷温停止状態に抑え込むさらには空間線量をそこからいかに下げるか線量が飛ばないような状況を早く構築をして それに合わせて除染を進めると同時に2 0キロの警戒区域入れないところの区域の見直しを進めて避難指示解除をしながら帰還を進めるということを最大の目標にしましたしかし思うように帰還が進んでいないのが現実だと思いますその最大の問題は除染の長期目標である 1>, 1ミリシーベルト以下が一人歩きをして1ミリシーベルト以下でなければ帰還できないということが強い誤解となっていることだと思っていますで染料と健康不安に対して住民の皆さんに本当に真正面から説明して理解を求めるという努力が今一番求められているだろうとそんな中でくしくも この本年10月の14日から12月の21日まで IAEA、e e、による除染のフォローアップミッションが実施をされてそのサマリーレポートにおいて助言として除染の実施と被爆線量について触れられていますその内容を含むこのサマリーレポートに対する政府の見解そしてこの報告を 具体的にどのように活用しようというふうに思われているのか、えー、お話をいただきたいと思います小林局長。 今、ご指摘ございました IAEA、e、の除染ミッションの報告書でございます。これ、今、ご紹介ございましたように、10月14日から21日まで、現地にも入り、いろんな方と意見交換されて、概要の報告書というのがまとまっているところでございます。それについては、重要な進展があった事故をいくつか掲げた上で、特に今、お尋ねの点に触れる部分といたしましては、助言ということで、 除染を実施している状況において、1ミリから20ミリシベルト、これ1年あたりということでありますが、の範囲内のいかなるレベルの個人被く線量も許容し得るものであって、国際基準などに整合しているということ、まあ、一方でその、これが長期の目標であり、例えば除染活動のみによって、短期間に達成しるものではないということについて、国民に理解をいただくためのコミュニケーションの強化が大事だというような重要なご指摘がございました。 それでこの線量全体につきましてはあの、規制委員会の委員長もいらっしゃっていますがあの、政府全体でこれを検討していこうということで、原災本部全体で、政府全体でどうしていくかというようなことを検討し、規制委員会の科学的、技術的な検討もいただこうと、こういうことになっております。まあ、そういう中で、あのこれから除染につきましても、だんだん地域によりまして、まあ、あの進捗の差はございますが。 あの計画が終わってくる部分もございます、遅れているところは進捗をさせ、計画終わったところについては、まあ、復興につながっていくような対策をまず考えていきたいというふうに考えているところでございます柳澤光良君。ちょっとあの具体的なことはその後聞きたいと思いますがあの、区域を見直すのを進める中でのちょっと経験話をさせてもらいたいと思うんですが、昨年の11月31日の午前中、 実は郡山の仮設役場で川内村の遠藤裕子村長と既存宣言について話をしていましたで遠藤村長は2年以内に戻らなければ村は再生できないと何としてもこの春には既存を進めたいとそれには住民の皆さんやマスコミの批判があるかもしれないけれども今日、既存宣言をしたいんだと いいうお話をいただいて私の方では分かりましたと全面的なバックアップをしますので、えー、宣言をしてくださいとで午後に県庁で、えー、既存宣言がされて非常にメディアの方もおいい方向で報道をしてくれるという経緯がありましたで、そこで私は何としてもこの警戒区域の見直しにも全力を挙げなければいけないということで住民説明会等を精力的に進めながら 4月1日に川内村と田村市、4月16日に南相馬市、7月17日に飯舘村、そして警戒区域の中にある楢葉町、これは全員協議会に私自身が出ていってお願いをして、8月の10日に区域の見直しを実施しました、その後、多くの皆さんのご努力で区域の見直しも順調に行われて、 8月,8月に完了したというふうに聞いております関係者の皆さんのご努力に心から敬意を生したいと思っていますで次の目標が実はけい目標がですね区域を見直して避難指示解除をするということが大きな目標でしたから優先順位をつけて、えー、避難指示解除準備区域の田村市の宮古寺 非常に除染も進み始めていましたし、ここを集中的に除染をして、えー、指示の解除避難指示の解除に結びつけようという,う方針を出しましたで、えー、結果、多くの皆さんの努力で年間被ばく量が20ミリシーベルト以下になったことを確認できたとして、政府は11月から、 避難指示を解除する方針を示されたと聞いています。しかし、実態は住民説明会では、年間被爆量、線量の長期目標である1ミリシーベルトの実現を求める意見が強く出されて、解除を延期しているというふうに聞いています。私は、この避難指示の解除というのは、できるだけ計画的に進めていかないとなかなか前進が取れない。 というふうに思っていますが、その辺の基本的な方針も含めて、えー、ご答弁いただければと思います。赤羽副大臣、あの柳沢議員にはあの私の前職でまあ大変なあのご苦労をおされていただきました。またあの住民集会にも精力的に出ていただいて、まあ大変な、えー、私もこの前田村市の住民集会に出てまいりまして、もう本当にそのなんとも言うに言われぬ。 あの本当に大変な厳しい会合を重ねていただいた、まあ、その結果として今お話ありましたように避難指示区域当該11市町村の避難指示区はあの完了したところでございますであの実は8月から田村市の宮古地地区もあの、まあ、本格会場の事前宿泊事前準備宿泊としてです、ね、8月から3か月間10月31日まで、まあ、実施をしておりまして約40世帯の方が あの事実上、本格的に帰っている、その準備をされている、宿泊を続けているということを受けて、まあ、国が決めたということではなく正確に申し上げますと、あの田村市の富塚市長が市の提案として、10月31日まで宿準備宿泊をやる以上、あのこれは切れ目なく、11月1日から本格,本格的な解除を宣言したいと。そうするるとまあ冬に入る前で ただ、さまざまなことがいいのではないかということで、えー、その取りまとめというか、まあ、皆さんの住民の皆さんの意見を聞くために、えー、集会を行っていただきました、これは私も参加をいたしまして、百数十名の方があ来られましたが、結果としては、まあまあ、非常に残念ながら、あの今、ご指摘があったとおり、あの1ミリシーベルト以下にならないと危なくて帰れないと、まあ、大変あのあのそういう厳しい意見が、まあ、全員だったわけではないと思いますが、 あのそういった意見が出ましてで私たちもあの国がなんというか国がですね解除を決めるからもう無理やり帰れみたいなことというそういう意思は全くありませんので帰りたいと思われている方たちに対して本格解除を決めるということの中で、えー、一番大事な住民の皆さんたちがどう思われているかということの、まあ、意見聴取も含めてということでやらさせていただきました。で私あのそののの会合の席上上のものは,はっきり申ししげました、まあ、多分ですね発災から まあ2年はもう8か月近くかかりますが、なかなかこの誤解を生じあの恐れず言えば、こうなっているのが100ミリ以下だったら発症率が上がるというようなことはないんだと、これはまあ医学的にも証明されていますという、ある意味ではその医学界の常識がをはっきりあの現地で言うということがなかなか大変な。 あのすごくそういったことが非常に難しい環境が続いてきたと、これは私は一番この今回の福島の悲劇というか不幸だと思っております、あの発災直後の,あのパニック状況の中で、まあ、大変危ないということであの正論が通らなかったということは理解できますが、もう2年8か月経っておりますので、やはり少し落ち着いた状況、加えて私自身もあの委員と一緒にですお同じ意見なんですが、帰れるところはなるべく帰ってですね あの本格的な期間を進めた方がいいと、そのために我々は除染、まあ、も環境省を中心に頑張ってやっていただいていると思いますし、あのインフラとか、また経済産業としても雇用の確保、こういったことを進めていこうと思っております、しかし一方ではどうしてもです、ね、小さいお子さんに対するあの被害が大きいのではないかという、私はそういったことを懸念した偽専門家は許しがたいとこう個人的には思っておりますが。 あの小さな子供を連れて県外に避難されている若いお母さんがいると、そしてご主人はこの違った制御で大変ご苦労されていると、まあ、こういったリスクの方が本かあのふるさとに戻って再あの第二の人生を始めるリスクよりも相当大きいはずなんですね。ねしししかしそ,れをそういういい選択をしにくい 状況になってしまっているということは何とかまあ冷静に進めていかなければいけないのではないかとであのすみません、長くなって申し訳ありませんが川内村のお話出ましたがあそこはあの長崎大学の,あの原爆原爆を障害医療研究所からですねあの有名なド,ドクターも常駐されたりとかですねあの女性の看護師さんが、えー、去年1か月間、えー 川内丸に常駐してもらってご存知だと思いますが、五里田さんという方が一、まあ、件一件個別訪問されて丁寧にお話をしまた今年から約1年にわたって常駐をしていただいております、やはりあの上から押し付けるのではなくて本当にあの被害者の皆さんの立場に立ったあのリスクコミュニケーションをもう一度ちゃんと丁寧にやり直していくことがです、ね、これから本当にあの本格的な、えー、期間に向けて一番大事なことだと。私自身もこの前のの前田村氏の 住民集会出させていただいて、まあ、改めてその認識を深めて、もう一度政府を挙げて、そういったことを県と当該市町村の協力を得ながらです、ね、まあ、住民の皆さんが安心して納得して、ふるさと帰還ができるように頑張っていきたいと、こう決意をしたところでございます。以上です柳澤光雄君あの本当にご苦労い,ただいてているのは私も実感とししかりますし そそろそろ2年8か月、来年は3年経つ中で、まあ、私たちが積み残してきた宿題を皆さんに押し付けている部分もあると思いますけどそろそろステージを変えていかなければいけない時だというふうに強く思っていますで、えー、特にこの除染の問題にしてもその1ミリシーベルト以下というニーズが非常に強まっていてただ IA、e の、IAEA、e、の上限でも1ミリシーベルトの 追加個人被爆線量が長期の目標であり、例えば除染活動のみによって短期間に達,し達成し得るものではないことを国民に理解していただくためのコミュニケーションを強くすべきだという提言がされています。 国際的な基準でこうなってるんだというのをこの辺をもう一回前面に出して説明をしていく時期に来ているだろうというふうに私は思いますでそんな中でこれは検討課題だと思うんですがどうしても私たちも住民の皆さんの強い声に押されて1ミリシーベルトということが出てしまいましたけど本当は当面は。 5ミリシーベルトとか、ちょっと基準をもう一つワンクッションを置くようなことも、どこまで理解が求められるかどうか別として、そろそろ考えないといけないんではないかなと思いもしてまして、これはあの答弁は求めません、私の,あの思いだということで、えー、問題提起をちょっとさせていただきたいと思ってます。でこのの問題にはもうその 健康への不安が非常に大きい、今、赤羽副大臣もおっしゃられたように、で、県民への健康調査をはじめ、被災者の健康管理、健康不安対策については、これまでもいろんな取り組みを実施してきたことは承知してますし、いまだこの健康についての不安を抱える被災者が数多いというのも現状だというふうに思っています。で そうは言ってもこの除染の長期目標である年間被爆,被爆線量1ミリシーベルトという数字が一人歩きをしているでおそらく説明の中でもなかなかご理解がいただけないと思うんですが、えー、人間はこう宇宙や大地から放射線を浴びてるレントガンだ,だと CT スキャンでもとかいうともう大変な反発になってしまうのも。 分かってるんですがただ、年間被爆線量で言えば100ミリシーベルト以下なら発がん率は増えないという、先ほど赤羽さんからもあったように、それを基準に今、福島の第一次原発の事故現場で作業員の皆さんも頑張っていただいているというのも現実です。で IAEA の助言でも除染を実施している状況において、1から20ミリシーベルトという範囲内 ののなるレベルの個人被国際基準等に整合したものであるということも強く上限をされていますで今日はあの原子力規制委員会の田中委員長にもお越しいただいていますが委員長も1ミリシーベルト以下が一人歩きをしている避難先でのストレスなど,のなど全体のリスクを考えれば 年間の20ミリシーベルトまで許容した方がいいというのが、世界の一般的な考え方だというふうにも述べられてますが、ぜひ委員長のご見解を再度お聞かせいただきたいと思います田中委員長。えと私が以前にあのそういったインタビューを受けまして、どう思うかということで、あの今、ご指摘のとおり、 さまざまな避難とか、いろんな生活の不便を考えて、いろんなストレスによるそのリスクを考えた場合には、1から20ミリシーベルトぐらいの間ですと、こういった事故,事故時に被ばくをするということについて、20ミリが永遠に続くということではございませんけれども、そういうふうな判断はあの、まあ、合理的であるというのが、 i a a もそういうふうに考えてますし、もともとは ICRP がそういう勧告を出したということで、それを我が国もその事故のときにそれを取り入れて、現存被曝状況ということで取り入れたものと思います。柳澤光宏君。 ありがとうございます。まあそんな中で、実は原子力規制委員会のもとに、機関に向けた安全・安心対策に関する検討チームが立ち上げられたというふうに聞いております。その具体的な内容をちょっとお話をいただければと思います。田中委員長。えっと、さる原子力災害対策本部の方から、原子力規制庁規制委員会の方に、 えと機関に向けた、あのー、対策を考えるようにという検討の指示がございました、これに基づいて私どもとして、あのー、今、検討している大きな柱を申し上げますと、まず被爆線量ですがもう、あのー事故時、事故当初は空間線量をベースにして避難とか、そういった避難準備区域とかって決めたんですが、 すでにそのサイトの状況はかなり落ち着いてますので、それに基づいて個人,の被爆個人一人一人の被爆線量を測るということが大事であろうと、それからそれに基づいて、そういうことと同時に、地元医師会とか保健さんの中心,の中心にしたその医療・健康相談というのがあの随時できるような体制を作ろうということであります。 それからもう一つ、これはあの私どもの大きな課題になりますけれども、これは政府でもぜひご判断いただきたいのは、単に放射線の不安だけで戻れないのではなくて、生活をどうやって再建するかというところがございます、そういったことがありまして、関係省庁、副校長なんかも含めまして、今、そういった検討を進めているところでございます。 なおあの、かといっても、帰りたい人、帰りたくない人という、そういう方もおられますので、そういったあの、まあ、一人一人の意思も尊重できるようなシステムができれば、あの少しずつ帰っていただけるんではないかということで、今、そういった検討を進めさせていただいております柳沢光吉君あの。実は大臣にお願いがあるんですが。 このいわゆる占領といわゆる健康の問題に関してあの、避難されている住民の皆さんはもちろんなんですが、福島県民、さらに言えば国民に向かって占領水準と健康不安に対するリスクコミュニケーションをですね政府を上げて、場合によってはメディアも含めて 行うべきときに来ているというふうに私は思っておりまして、えー、規制委員会のほうでもこういう,うーチームが立ち上げられる、ですから特定ではなくて、トータルで、場合によったら、えー、IAEA、e、の国際的なメンバーに来ていただいてでも、それをもう一回こう訴えるというのをするときにあるのではないかというふうに思いますがご、ご所見をできましたらお聞かせいただきたいと思います。 石原大臣あのただいまの柳沢委員とですね政府委員との答弁を聞かせていただきましてあの、ごもっともなご指摘も多々含まれていると、ただこの非常に厄介な話は、ですねこの占領とその科学的に、医学的にこう言いましても、今日午前中、衆議院の環境委員会でも、あの 医療従事者の委員の方から自分の年間被ばく線量は30ミリシーベルトだとで、まあ、これで何にもないと自分は医者であるからこう理解するという,ようなお話がありましたが結局、目に見えないものでありますので不安を持たれている方は,方は永久に不安であると、まあ、そこがこの厄介な問題でございまして 今のお話で,です、ね、感じますことはやはりリスクコミュニケーションというものをもっともっと前面に出していってそれでご理解のいただけた方には戻っていただくと、まあ、こういうことに尽きるのではないかそして私もあの遠,藤遠藤村長さんと半月ぐらい前にお話をしてきたんですけれども、まああのえー、半分しか 残念ながら1000人ちょっとしかまだ戻ってきてくれてないと、えー、そして、その戻ってきてくださっている方が、まあ、高齢者の方ばかりだとそうしますとその村のこれ将来ということを考えるとその帰ってきた方々は安心してあいいじゃないかと言って暮らしているけれども若い人がいないとこれまた。 難しい、まあ、そこにその外からです、ね、全,く全く村にいなかった方がこう、えー、来てくださっていてです、ね、その新しいコミュニティが生まれているというような話を聞かせていただきましたやはりあのそういう苦労をされている方々だと思いますとです、ねえー、既存がです、ね、もっともっと充実していくように後押しをしていくということは非常に重要であるとその1つのキーポイントがリスコミュニティションであるということを強く認識をさせていただいたところでございます。 柳三好君あの難しいことは私もよくわかりますただ IAEA、e、が規定せて国際的にもこうだと安全あの規制委員会の専門家もこういうふうに言ってるということは事実を事実としてもう一踏み込みやっていく必要があるだろうというふうに思っていますあの帰る帰らないは別の問題として決してあの避難をされている皆さんだけではなくて国民全体に向けても おそんな発信が今、新たに必要だろうというふうに思いますので、ぜひご検討をいただきたいと思ってます、でこの前、原子本部のメンバーに聞いたら、i a e の助言でも個人占領系で測定されるような個人被爆占領の活用に向けて、継続的な活用が必要だという助言もされています、ですから、一人一人が自分の占領が確,確認できる。 でこれが非常に小型化をされて首に下げてここへ差し込むと積算のほうも全部出てくるそれが今度はあのパソコンにもつなぐこともできるという報告を受けましてこ,この機能と今どんな状況で進められているか答弁できる方がいたらはいお願いします。小林局長 えー、あのご指摘ありました、もともと1ミリとか20ミリという基準も、まあ、あの個人が被爆する線量というのが科学的ベースで作られているものというふうに承知をしております、まあ、これがあの空間線量とかなり誤解されているというのを先生のご指摘のとおりでございます。でこれにつきましてはあのいろんな方面で今 あの個人の線量をしっかり把握しあの、その状況をまた皆様方に知っていただこうということで、まあ、あの環境省の中ですと、環境保健部があの中心になりまして、かなりまあ健康管理等を含めまして、対応しているところでございます、またあの、支援チームが期間に向けて、いろんな準備をしていく中で、まあ、あの先ほど出ておりますま、一時期間の皆様方。 いいらっしゃいます、まあ、こういう方にも積極的に活用していただこうと、まあ、そういった線量計についてはです、ね、積極的に提供いたしますと、まあ、こういうことで、あのぜひ、まあ、これについての認識をわれわれも深めまたまた地元の方にも深めていただこうと、こういう取り組みが今、進んでいるところでございます。柳澤光雄君、えー、という意味では、本当に目に見える形で、えー、個人個人の皆さんに安心感、健康への不,安あの不安をどう払拭していくかということも大事だと思うんで、この辺の取り組みは、 そう高いものでもないももででなしょうたくさん作っていただいて貸し出していただいて、えー、安心をしていただくでその良さが、えー、情報として広がる先ほど言った全体へのリスクコミュニケーションと同時に本当に帰還をされた人たちが安心してということも含めてぜひ進めていただきたいとでそんな中でいうとあの福島県が2年前から実施している県民健康管理調査の基本調査の回収率が 今年の3月時点で2割強としかなっていないというふうにも聞いていますで、えー、被災後にその県外へ避難されている県民も多くいるのは分かりますが私は県に任せるんじゃなくてそろそろ国も本腰を入れてそういう調査をきちんとして健康管理をしていくということが必要になってきているというふうに思いますがその考え方ご答弁いただければと思います、はい、小林局長 あのこれも大変あの幅広い課題でございましてあの、各セクションが連携してやってまいりたいと思っておりますが、さっきもちょっとあのご報告いたしましたように、今あの、規制委員会に、まあ、最終的にはあの判断もいただくような形で、まあ、占領水準について、どういう形で見ていった方がいいのか、まあ、個人、 の占領であるよっていうようなことももちろんでございますし、これを管理していくのは、まあ、あの、除染というのも、あの、外部の被曝をコントロールする意味で、一つ大きな要素でございますが、まあ、こればかりではございません。まあ、いろんな、あの、生活上の問題もあると思います。また、あの、食品の問題ですとか、健康管理の問題、ま、もろもろの観点から、ま、この占領の防御というものについては、やっていくべきであろうということで、えー、さっきも申しましたように、政府全体の中で、えー、ま、検査本部、 のテーマこれを考えをまとめていこうと、でこれについてはあの、原子力規制委員会にもです、ね、科学的な見地から、えー、チェックをいただこうと、こういうことでやっております、あのそういうの中で、あのぜひ、えー、あのお互いが連携できるような形でやっていきたいということを今、あの検討中だということでございます。 柳澤君あのぜひ精力的に私は進めていただきたいと、この健康不安にあらゆる手段を使って払拭をしていくことが今一番大事だろうというふうに思っています、でちょっと通告してないんですが、実はこの期間あるいは解除の問題でもう一つ大きなネックになっているのは実は賠償問題があるんですね。 でえ実は川内村の遠藤村長と話したときに、本部長、この賠償が逆に言えば帰還を遅らせるだけではなくて、コミュニティを壊して、家庭を壊して、人間を壊してしまうということにもつながりかねないと、大切なのは、帰還を促すような賠償の使い方を検討すべきだと、で私の方でも、その帰還をして、 自分の家や家の周りを除染をするあるいは田畑を除,除染をするというようなことに参加していくそこに特殊,特殊勤務手当のもひっくるめて賠償を,あのを使ったこう賃金が支給されるあるいは水道光熱関係がしばらくはただになるとかいわゆる帰還を促す形でお金をどう出していくかということは 大大変大事ななな課題になってきてきいるんではないかと先ほどの避難区域の解除にしても解除をしたら賠償がもらえなくなるんではないかという反応がおそらく出たというふうふに思うんですね、僕らは解除してすぐ帰ってくれとは言っていないんであのでそんなに抵抗なく解除はできるんですがそれが解除されてしまうともらっている手当が出なくなるんではないかというような不安も合わさってこういう現象も起きているので。 この辺ぜひもう一歩踏み込んだ検討をしていただければというふうに思いますが、もしご答弁いただけるんであれば。赤羽副大臣あの賠償問題について、まあ、私あの、今のご指摘のとおりというか、そういう側面、かなりあると思います、あの避難指示解除が早く終われば、まあ、それからプラス、まあ、約1年ぐらい継続するというようなこともありますけれども。 あの早く帰った方がまが損をするみたいな変な話になりかかっているとそういう仕組みを何とか変えなければいけないと、えー、今あのあのし、えー、損害賠償紛争審査会でこういったことも検討をいただいておりますので年内に何らかの方向性も出るというふうに思っておりますし加えてです、ね、あの賠償の枠組みの中でやるという考え方とは別にです、ね、あの早期に帰っていただく、まあ、そこの何というか動機づけというか モチベーションを上げるような、あのー、支援金みたいなことも、えー、考えなければいけないのではないかということは、あのー、今、政府の中でも議論させていただいているところでございますので、なんとかいい知恵を出して、ですね全体としては帰れるところはあのー、なるべく早く帰りやすいような環境を作るということに、えー、注力したいと考えております柳澤光義君あの。実はあのー 当時行ったときに、この原子力損害賠償も大きな議論になっておりまして、これはあの文科省が中心となって、東京電力と原子力損害賠償支援機構と、原子力損害賠償紛争解決センターで進められていましたでそれがどうしてももう一歩進まないということで、一昨年の12月の27日に、経産省から本部長で私も入って、原子力損害賠償円滑化会議を立ち上げました。 この問題は本当にあらゆる省庁の皆さんを巻き込んで特に除染の費用にしても東京電力に押し付けるだけではなくて具体的にどうするかという議論は、えー、ぜひ進めていただきたいというふうふに思っておりますので、えー、お願いをしておきたいと思いますそんな中で今、赤羽副大臣がおっしゃられたように決しては僕はあの賠償のお金を使えという意味ではなくてき帰還をしたらメリットがあるようなものをもっと見せていかないと。 いけないだろうということでぜひよろしくお願いしたいと思いますで、次にちょっと除染全体についてお尋ねをしたいと思いますあの当時着任と同時に現地本部長では除染がもうすごい各地で大きな議論になっておりまして本宮の決起集会実はそれまで本部長が出てなかったんですが 私は行かせてもらうということで、1000名を超える、あるいは双葉岩の決起集会等、いろんなところに出させてもらって、どちらにしても除染にも優先順位がありますと、避難をされているところを優先してまずやりますと、そしてそれ以外の地域に関しては、国がちょ直接やるんではなくて、 市町村で順次進めていってほしいというお願いをして今の体制が少し整理がされたと思いますがそんな中であの現地本部の中に経産省から来られている担当者と話す中で、えー、分かったともう環境省だけでは無理だよねということであのプロジェクトチームを立ち上げてずっと議論をする中で農地や森林は農水省道路や水路は、はあ、の国土交通省所管が違う。この省 のの壁っていううをどう破るかだったらちあの、そういう組織を作ろうと、環境省をヘッドに、圭さんも入って、農水、国土交通も入った組織にして議論をしないと除染は進まないということで、それが今あの、福島の環境再生事務所になっているというふうに思いますが、今、ここがどのような体制になって、どのような活動状況で何か課題があるかどうか、少しお話しいただければと思います。 鈴木官房長現在あの、今ご指摘いただきました福島環境再生事務所、あの約300名余の職員がおりまして、除染をはじめ対策地域内の廃棄物の処理、中間貯蔵の整備、あるいは今ご指摘ありました市町村除染の助言監督等をやっておりまして。 えー、各省とはですね、えー、福島再生総局というのがございま、あの副長が中心になった組織でございまして、えー、その元で関係省庁を協力し合って除染、えー、も進めているというところでございます。柳沢光夫君、あのおそらく少し体制も強化をするということが必要だというふうに思いますが、ただあの問題はですね、えー、おそらく今。えー 直轄地域の市町村への説明に行っても、住民説明会ではおそらく1ミリシーベルト以下、あるいは報道によれば再除染をしろという声が強まる、あるいは森林という、すぐにはできないようなところまで除染への要望が強まっていく、で、えー、これをですねそれぞれがばらばらで除染担当の再生事務所の人が説明に行っても、なかなか住民説明会で説明しきれない。 そうすると、どうしてもその場を何とか乗り切るような答弁になってしまうということがこれは現状だというふうに私は思っていますで、ぜひお願いしたいんですがこれは大臣に検討いただきたいんですがこれからの住民説明会は期間解除も含めていよいよ本格的に除染を進めていく市町村別にあるいは避難区域別にあるいは住宅、公共施設あるいは 田畑、そして森林というのをプライオリティをつけていく中で、私は復興庁が具体的復興計画と期間、あるいは専門家にある染料と健康についての説明といった、いわゆる相互チームを作って少し入っていく、で先ほどの不安、健康不安に対してもきちんと説明ができるという,う形を 作っていかなければいけないだろうというふうに思っています。これは率直に、あの復興庁ができる、いろんな組織ができる。で、えー、大臣も副大臣も政務官もたくさんの人ができると、逆に、あのー。 情報が分断されてしまう特に赤羽副大臣と井上副大臣なんかも常にコンビで動いているぐらいの対応が必要だろうというふうに思ってまして、そんないわゆる住民説明会のあり方をもう一回抜本的に作っていただきたいというふうに思いますが、ご所見をいただければと思います井上副大臣、えー。委員ご指摘のとおりです、ねえー、市町村や住民の方々へのご説明にあたって、 関係各地を連携して取り組むことは、本当に大切なことだと認識をしておりますで。さっきの答弁にもありましたけれども、福島復興再生総局を設置して、そして政府全体の対応ということ、一体的運用を進めてきているところであります。除染に関しましても、あのおっしゃるとおりでありまして、復興庁やあ被災者生活支援チームとともに、市町村のご意見を伺う、あるいは住民説明会、出席すると。 ここういったところを現在もあの取り組んでいるところでありますけれども、引き続きそれを充実して、取り組んでいきたいと思っています。柳澤光雄君あの計画はたくさん報告を受けています、基礎論ではいくらでも形はできるんですが、本当にその辺をもう一回トータルで新しいステージに入っていくときに来ているだろうというふうにも思っていますで、ちょっと具体的に私、今、これから一番大きな議論になってくるのが、 仮置き場と現地保管されているものをどうしていくかということが一番大きな議論になるというふうに思っています、おそらく今、汚染水の貯蔵タンクの大きな議論になっていますがあれも決して全てが染量の高いものではなくて本当にえばあのトリチウムは取りきれませんからこれはあのお答弁は求めませんが、あのー、田中委員長もですね あのー、その汚染水については、そのある程度、海に流してもいいんじゃないかっていうような、きちんと処理して、基準以下になった汚染水を海に排出することは避けられないという発言を一部されておりますし、日本原子力学会の自己調査委員会は、放射性物質の除去、除去装置で取り除けないトリチウムは、 薄めて海へ流すべきだという問題提起もされていますで、これがあのタンクがたくさん並ぶと、中がもう、線量の高いとても危ないものだという不安感をすごく与えてしまうで、このことは漁協の反対もわかるし、風評被害のこともわかるんですが、この辺もいくらタンクを作っても、私は物理的にあの地下水だけではなくて、えー、雨水の問題もあるわけですね。 で私自身はん反省しているのはあの、一昨年の10月の28日に海側に800メーターにわたって22メーターの鉄板を打ち込む遮水壁の起工式に参加をして、これで私も大丈夫だという,ふうに思っていましたが、そんな名前優しいものではないというのも実感してまして、ある程度、その辺も説明をしていかなきゃいけないという,ふうに思っています。 規制委員会も含めてその辺の説明をしていかないと不安を煽る。で、なぜこの話をしたかというと、実は仮置き場の問題も同じような問題がこれから出てくると思っています。で、この前、環境委員会に、えー、来ていただいて、今、えー、仮置き場とか、 僕,ら僕は仮,仮,仮置き場って言ってたんですが、仮置き場に行かないで積み上がっている、今は現、現場保管って言われてるみたいですが、どのくらいになってるか聞かせてくれという話をしましたら、えー、今年の4月末の福島の調査で、除染実施計画に基づく仮置き場が365箇所、昨年12月末から230箇所増えたと。 で現場保管およびその他の仮置き場が1万3194十所、8000とび34増加したと、全体でいうと、1万3555箇所、8264箇所、4か月で増加しているという報告を受けました、で、そこでちょっとお伺いしたいんですが、この実態、4月末だっていうんですねで、しかも県が市町村に言って聞いた。 それからまた、もう4ヶ月も5ヶ月も経っている、8月末、あるいは9月末でどうなっているか、調査をされているかどうか、されているんなら、その数字をちょっと教えていただきたいと思います。小林局長。えー、あの、仮置き場の現状につきまして、ちょっとすいません、あの、8月時点、あるいは9月時点の数字、今手元に持っておりませんが、あの、まあ、しっかり、えー あの、幹事をしていこうと、いうことで、今、あの、幹事強めておりますので、あのー。国が直轄でやる部分は当然でございますし、あの、市町村がやってる部分についても、あのー。まあ、データとしてしっかり握っていくという整備を進めているところでございます。寺木さん、三橋君、あの、福島だけの問題ではなくて、先ほどあった、と、栃木、茨城、千葉の問題も。大きく広がってるんです。で、私が心配してるのは。これが本当に、草木でチップにして。小さく押して。 せるものあるいは土壌、あるいはコンクリート破片というような形で分別がされているかどうか、あるいはフレコンパックに入っているなど、保管状態がどうなっているのか、その量がどのくらいあるのかというのは把握されていますが、イエスノーで答えてください。小林局長 えと中身があの土壌であるのか、それとも可燃物であるか、これについてはあの少なくとも直轄でやっている分については把握しております、それからあのどのような保管状態であるのかあの、えー、古い時期にやったものがございます、そういうものはあのしっかり、えー、監視をするとで、必要なものはあの詰め替えを行うというようなこともやっているところでございます。柳澤 あの調べてないって言いましたけど、8月末、あるいは9月末で調べていただきたいと、かなりまた増えてるはずだと、これからもっと増えていくと、という中で、私が今、一番心配しているのは、本当に線量別に分別されてるんだろうかと、8000ベクレル以下と8000ベクレルを超える、いわゆる指定廃棄物がきちんと分かれているのか、現場保管だって、どうなっているのか。 でそれが積み重なられて、これだけの雨に合ってるわけですから、染み出してきて汚染水が流れ出るということがないんだろうか、そうするとあの、汚染水タンクともっと大きな不安を皆さんに与えることになるというふうに思ってます、そういう意味では、これを県とか市町村に任せるのではなくて、 例えばですね、線量によって区分されるかって聞いたら、特に8000ベケルル超の指定廃棄物の量は、平成25年8月31日時点で13万トンに達しており、ここ半年間においても1万トン増加していますという話を聞きました。これからまだ増えてくるだろうと,とすれば、僕は大臣にちょっとお願いしたいんですが、県と市町村にガイドラインを出して任せておくんではなくて、 今、仮置き場だけではなくて、現場保管も含めて、どういう状況になっているのか、本当にそれをです、ね、厳密に調査をすることが私は必要だと思いますが、いかがでしょうか。石原大臣あの。ただいまの柳沢委員のご疑問、また問題点の指摘は、実は私、福島に行ってすぐに同じ話を。 局所のところに落ととしてです、ね、少なくともその国直轄の部分については今1週間から2週間以内に全てのところを監視させております、そして今言われたようにです、ね、その初期のフレコンバック等々にはあの安かったらしくてです、ね、その不具合のものも,もうなんかあるというような報告も受けていますのでそういうものが拡散しないようにという指示は。 すでに出させていただいておりますただいま圧倒的に物量で増えているのは間違いなくあの市町村部分でございますのでここはあの関係府県と環境省とかですねどういう形で連携をしているのかもう一度確認をさせていただいて、えー、各都道,都道府県並び県県ですね県と市町村からですね少しヒアリングをさせていただいて実態が あの多分県で把握をしているという形になっていると思いますので、市町村から上がったものについて、トータルなものをです、ね、取りまとめるように指示をさせていただきます<上>柳澤光善君。すべて写真で撮る映像にするということも含めて、私は把握をする、もちろん、政務の忙しい方が回りきれないのはわかりますし、あるいはあの再生事務所の皆さんに役割分担しているのもあれですから、きちんともう少し。 こう乱暴なあれではなくて、どんな状況でどうなっているんだというのは、ぜひ把握をしていただきたいと思います、でどちらにしても、このき一番大きな原因は、実は中間貯蔵施設の問題が後ろにあるんです、私たちも現場保管は2年ぐらいで、仮置き場も3年ぐらいでという約束で動いてきた経緯がありまして、それがなかなか難しくなってきているのが現状だろうと。 でえー、この中間貯蔵施設に関しては、えー、いろんなあモニタリング、ボーリングも含めて今、スタートをしているというふうに思いますが、あの大臣ちょっとお伺いしたいんですが7月、平成27年の1月までに設置がして、動かすという方針を出されていますが、本当に可能かどうか、ちょっとお聞かせいただけますか。井上副大臣 中間貯蔵施設がです、ね、福島の除染を進めるにあたっても、本当に必要不可欠な施設であるというのは、委員のご指摘のとおりだと、私どもも認識しております、でまあ、地元といろいろ調整しながら手続きを進めておりまして、今、ボーリング調査を各山頂で実施をしているところでありますで、当面といたしましては、それを行っている双葉町のボーリング調査の結果、 これが出てきた上で、それを踏まえながら、地元とよく相談をして、中間貯蔵施設の案、これを速やかに関係自治体にお示ししたいと、今、こういう状況にあります、ですから、あの中間貯蔵施設の整備に向けたスケジュールについて、確かに当初の想定から数ヶ月程度遅れているというのは事実でありますけれども、あの平成27年1月からの搬入開始、まあ、決して不可能ではないと考えておりますので、 引き続きき加速化して取り組んでいきたいいたと思います柳澤光雄君私が心配しているのは、また福島県民の皆さんに約束が守れなくなってしまう、結果としてまた嘘をついてしまうことにならないように、どうするかだと思うんですね、そうすると、あのきれいな図面を見させてもらってます、分別する施設があって、減用化、減量化施設がある。私は 中間貯蔵の前に、本当に分別施設なり、もっと言えば原容化、原料化施設に真剣に取り組むべきだというふうに、えー、思っていますが、それに関してはいかがですか井上副大臣。あのこれもです、ね、ご指摘のとおり、まあ、中間貯蔵施設に、えー、搬入する、そういった貯蔵物について、できるだけ原容化するということが、やはり 整備もしやすいものにしていきますから、これも非常に重要だというふうに思っております、でじゃあ、どうやってやるかということですが、まあ、原用化した後に搬入するということが一番望ましいと思います、しかし、他方で中間貯蔵施設の外に原用化施設を設置する場合には、まあ、その地元の調整にまた相当の時間を要してしまうということであって、これはあの総合的に勘案して進めていかなければいけないと考えています。 現在においては、こういった観点から、いくつかの可燃物の発生市町村においては、この仮設焼却施設の設置場所を確保して、そしてこの原用化の準備を進めておりますで、それと同時に、その中間貯蔵施設を構成する施設の一つとして、その中に原用化施設を整備することも、あわせて検討をしてお柳澤光義君、私が問題提起しているのはそうじゃないんですよ。今、原化施設を、 いろろんなものがあるるところに作るですから私は飯舘村の菅の村長が一番理解があるから避難区域に原用化施設を作ってそれが目に見えて減っていくっていう仕組みが大切だという話をしてこの前確認をしましたら、えー、飯舘村にですね村内の除染で出た汚染土だけではなくて近隣六市町村から 下水汚泥を処理する仮設焼却炉と仮設資材施設の設置が決定し2014年3月までに着工して15年3月の運転開始を目指すことが決まったという話があって私は大変うれしく思ってましてそれだけではなくて例えば、圏、あ、央、のー、のあの浄化センターいわゆる汚泥のあれがたまって大変だったのも あの原容化が進んで、もう今、稼働を始めている、ですから、中間貯蔵を作るときにそこに作るんではなくて、今のうちに作れるところで少しでも安全なものは持つ、あのー、そういう形で、原容化、原料化をしていくことが私は大事だと思ってるんです、でも特にその東京ドームが13倍から23倍だとか、28倍分あるとか。 じゃあこれをダンプカーで本当に運ぶってことが可能かどうかっていう問題も話題になっておりまして、私は施設を作ったって、運ぶだけだって何年も買っていく、とすれば、原容化をすれば量も重さも、例えばあのこれを原容化やると廃棄物の体積はだいたい5から10%に減る、重量も10から20%に減っていく、そこから運び込むって、前もってそっちを進めないと、私はだめだと。 いうふうに思っていますえ。時間がないので答弁は求めませんけれども、あのもう少しその辺を踏み込んだことをしていかないと本当に難しい,い。また言ってることと実態が違うじゃないかという議論になりはしないかと心配をしてます。あ、よろしくお願い,いたします。宮崎大臣、私の説明は悪かったと思うんですが、先ほど答弁したその前半部分がですね。 松委員がおっしゃるその中間貯蔵施設の外で原用化施設を作っていくと、でこれはあの言い立てをはじめとして、いくつか今あの、進行中であります、ただ、まあ、この施設を作ること自体も、まあ、なかなかです、ねえー、反対もあったりしているものですから、まあ、苦労しながら今やらせていただいて、ただ他方で,です、ね、それがすべて、えー、計画通りできればいいんですが、なかなか難しいので、中間貯蔵施設の中の原用化施設の話も合わ、まあ、せ 柳田光君あのぜひお願いしたいのは、先ほど言いました住民説明会を本当に政府を挙げて、いわゆる復興庁も、それから環境省も経産省も現地本部も全部がセットで行って、その原油化施設も住民の皆さんに理解と納得をいただくところまで、できれば規制庁も入っていただいて、健康の安全な部分も合わせて。 説明をして理解と納得をしていただいて進めていかないと、また先送り先送りになっていってしまうということを大変懸念をいたしております。えー、ということで時間になりました、えー、ぜひ委員長にです、ね、この除染の問題に関しては、時間のあるところで、ぜひまた集中審議をしていただければということをお願いをして質問を終わります。 竹谷敏子君公明党の竹谷敏子でございます環境委員会では初めて質疑をさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますまず最初に台風二十六号によって伊豆大島で発生した大量の災害廃棄物の処理について伺いたいと思います先日井上副大臣が伊豆大島 ご視察されまして、激しい土砂災害の現場を、あの、つぶさにご覧になったという報道がございました。私も災害対策特別委員会で視察をいたしましたが、人口約8000人、そして過疎化、高齢化がもともと進んでいる、そういう小さな町で、私もこれまで災害以前に何度も 足を運んで、東京選出の議員として、町おこしのために地元の方と方策を話し合ってまいりましたけれども、この大量の災害廃棄物、今後の復旧復興の妨げになるものでございます。小さな町で処理しきれる量ではないということを、井上副大臣もご覧になって感じていただいたと思いますが、これは物理的にも財政的にも町では処理しきれない国の支援を都民の皆様は えー、期待をされておりますが、今後、環境省としていかに支援していただけるか、えー、教えていただきたいと思います井上副大臣。はい、えー、私もです、ね、おとといの3日日曜日に大島町を訪問いたしまして、現地の状況を確認するとともに、大島町長と面会をし、災害廃棄物の処理における課題についてお聞きをしました。また東京都も併せて 今そのときにもです、ね、現在の推計量というお話がありました、まあ、島内の既存の焼却施設、あるいは処分場での処理、年間4000トン、まあ、そこにです、ねえー、この台風26号によりまして、えー、流木を中心とした可燃物と、それから土砂、 合わせて11万トン発生しているということで、単純に計算しても、本当に20年、30年分の廃棄物、災害廃棄物が発生しているという状況にあります。ですから、やはりこれ、島外での処理ということを想定をして、えー、災害廃棄物の処理方針について、しっかり大島町、また東京都と協議をしていこうということを合意をしたところであります。で環境省としてもですね 例えば、その島外への輸送が必要になった場合に、じゃどうやってその島外にそれを搬出をしていくかということであります。まあ、東日本大震災のときの経験もありますから、そのときに広域処理で活用した専用コンテナを、えー、利用ができるように、まあ、関係者と協議をしていくとか、あるいはわれ、ねまあ、我々の持てるそういったノウハウをきちんと提供をしていく。 要請があれば、職員を島に派遣をして、そういった対応に当たらせることも考えております、もちろんですね、環境省として、財政支援ということがありますので、そちらの方もも併せて対応するということで、取り組んでまいりたいと思います武家敏子君。 今あの、要請があれば職員の,あの派遣もしていた,だくけたいただけるというお話もありましたけれども、街に行ってみて、えー、お話聞いて、多分あの感じられたかと思うんですけれども、要請をすることを検討する、そういうあの人でも、まあ、なかなかあの今の復旧・復興の,あの量が大変な量でありますので、そういう状況でございますので、ぜひ,ぜひきめ細かくあの、こちらから何が必要かということを、あの 支援を、の手を差し伸べていただけるような形でご対応いただければというふうに思います。何卒よろしくお願い申し上げます。続きまして、大臣の初心の中で述べられていました、環境省の政策の柱の一つである地球環境の保全と日本の優れた環境技術を活用した成長戦略への貢献ということについてお伺いしたいと思いますが、 まずは、温暖化による日本列島の気候変動の影響について伺いたいと思います。えー、本年十月の気候変動に関する政府間パネル IPCC において、将来の地球温暖化の進行などを分析した結果、今世紀末に海面は最大82センチメートル上昇、えー、気温は最大4.8度上がると予測されたという報道がなされています。 えー、このまま温室効果ガスの排出増が続く場合、えー、日本では今世紀末、えー、海面水位の上昇、どれぐらいになるか、また平均気温どれぐらいになるか、その 結果、日本列島というのはどのような状況になるのかということを環境省としてどのように予測分析しているかということと、もう一つ、温暖化と今夏の記録的猛暑、豪雨、竜巻の発生との関係、どう分析しているか、まあ、因果関係は短期的には分からないというふうに言われておりますけれども、まあ、環境省についての御見解、二点お伺いしたいというふうに思います。関局長。 ご指摘のように、あの、今年の9月に IPCC の第一作業部会で、温暖化の科学的根拠に関する報告書が取りまとめられております。まあ、この報告書におきましては、ご指摘のとおり、今世紀末までに、えー、世界の平均気温が0.3度から4.8度、また世界の平均海面水位が0.26メートルから0.82メートル上昇するということが示されております。 一方あの、日本国内の研究におきましても、日本周辺で気温や海面水位が世界平均よりも高めになる傾向があるということが予測されているところでございます。えー、これらのことを踏まえますと、我が国におきましても、高潮リスクの増大、熱中症、感染症リスクの増大、生態系の変化など、気候変動のさまざまな影響が現れるのではないかと分析しているところでございます。また、あの今年の夏は、えー、ご承知のとおり、高知をはじめとします各地で40度を超える猛暑。 あるいは豪雨、び重なる竜巻などが発生しておりまして、まあ、専門家の中では、この背景に温暖化の影響があるという指摘もされているところでございます。えぇ、ー、まあ、IPCC の報告書では、1950年以降、世界規模で暑い日の日数が増加した可能性が非常に高い、これ95%以上の確率で高いということが指摘されておりますし、また豪雨の頻度や強度が増加している可能性が高い地域があることも示されております。 今後も温室効果ガスの排出が続きますと、同様な傾向がさらに強まることが示されているところであります。温暖化の影響は世界全体の脅威となっており、環境省としましては、IPCC の第5次評価報告書の継承を踏まえまして、改めて温暖化対策に、えー、邁進してまいりたいと、このように考えております。竹谷敏子君 今、えー、ご答弁ありましたように、この温暖化は世界の脅威である、またあの日本は、えー、世界の平均よりも海面水位の上昇が見られる可能性があるというもお話ございました、えー。日本列島の安全にとって、この温暖化というのが悪い影響をもたらしていくこと,と,いうことは、えー、否定できない。えー 確実なことであると思いますので、この温暖化対策というものは、命を守る取り組みであるというふうに思いますので、環境省におかれましては引き続き、温暖化対策最重要施策の一つとしてお取り組みいただきますようお願いしたいと思います。えー、次に、昨年から導入された温暖化対策税制についてお尋ねをいたします。えー、これは、あのー、他の国でもやられています。 でご,ご承知のとおりでございますけれども、で成果も上げている、で一方で、えー、化石燃料に税金をかけるということで、えー、産業へ大きなマイナスの影響があるのではないかというふうにご指摘を受けているところもあります。私は休会中にスウェーデンを訪問してまいりました。 環境エネルギー政策についての調査を行いましたが、御承知のとおり、スウェーデンでは、1991年から炭素税が導入されています。炭素税と並行して、低炭素化を促進するための補助金制度も行いながら、この低炭素と低炭素産業の促進というものにも取り組まれてきました。でこれまでの約20年間の成果について説明を受けてまいりましたが、導入前の1990年と2012年、 これを比較して、CO2 の排出量は20%減。そして、一方で経済成長は59%増ということで、低炭素化と経済成長の両立が図られているということを、明確な数字を持って示していただきました。これで経済成長、 そして低炭素化というのは両立できるものだということを私もそれを見てあの確信をしたわけですけれども、この数字による政策評価というのは今後重要になってくると思います、この二酸化炭素というのは低量化できるものでありますので、しっかりとあの精度はともかくあのきちあの適時に 評価をして、そして政策の効果としてどう表れているかということを見直しながら、政策の選択と集中、より効果の高い政策に限られた予算、また税制を集中させていくということが必要だと思いますが、我が国においては、まだ、この温暖化、 税制が、えー、施行されてから、まだ期中でございますけれども、まあ、これまでに削減された二酸化炭素の排出量、どのように、えー、把握されているか、あるいは把握される予定であるかということを、まずお伺いしたいと思います。清水局長。えっと、あの、 環境省の請負い先の研究での試算ではありますがあの、その研究に基づきましてご説明したいと思います。これは一定の前提のもとに行っておりますが、温暖化対策のための税による価格効果と、それから財源効果を合わせて CO2 の削減効果を計算しております。2020年におきまして、量にして約600万トンから約2400万トン。 1990年比では、マイナス0.5%からマイナス2.2%分の CO2 削減の効果が見込まれるということで、計算しております竹屋敏子君。 随分あの、六百万トンから二千、0千四百万トンということで、幅が、えー、ある試算であると思います。でも、この試算の中には、あのー、いくつか組み合わせ、前提を組み合わせてやったから幅があるということだと思いますので、えー、やっぱり幅があるということは、それだけ政策に、あの、選択肢があるということで、えー、これ、しっかり効果を見ながら、効果が高い方に限られた財源、まあ税制も、あの、裏を返せば、あのー、 財源ということになりますので、えー、それをしっかりとやっていく必要があるというふうに、えー、思っております、でえー、これ、あのー、次の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、税制だけではなくて、温暖化対策のための補助金、さまざま政府で行われております、財政支出、えー、平成24年度、25年度で政府全体でいくらかけているのかということをお伺いしたいと思います。関局長 地球温暖化対策のための政府全体の予算額といたしまして、平成二十四年度は九千七百九十九億円、平成二十五年度は八千二百七十六億円でございます。竹谷敏子君。今、二十四年度がまあ九千…。 七百700億円超、また25年度が8200億円超ということでございますけれども、えー、これだけのお金をかけて、どういう効果があったかということはやっぱりきちっと測定していかなければいけないと思います、えー、CO2 の削減、そして、えー、産業への影響というものも評価対象にしなければいけないと思いますが、えー、これだけ財政措置を行うことによって、産業に、えー、どれぐらいプラス面があったか、また一方で、この、えー 温暖課税をかけることでの産業へのマイナス面、えー、どういったものがあったかということをあお伺いしたいと思います。清水局長 えっと、まあ、温暖化対策税ということで、あの、申し上げますと、おまあ、税収によってですね、え省、ー、エネルギー機器や再生可能エネルギー設備の普及促進が進むということで、まあ、環境投資が拡大し、新たな市場や雇用が創出されるという面がございます。また、あの、化石燃料の消費量、えー、すなわち輸入額が抑えられるというような効果もあって、えー、国内の産業活性化に寄与する面があるというふうに思っております。また、あの、 エネルギー集約産業についてはマイナスの影響があるということも言われております。従って温暖化対策税におきましては、えー、CO2 排出量に応じて広く薄く負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避けております。また、あの急激な負担増とならないよう、えー、税率を3年半かけて段階的に引き上げる。 それからエネルギー集約度の高い産業などにつきましては、免税還付など、各種負担軽減措置を講じております。まあ、こういった措置により、産業への影響をできる限り少なくするような形で実施してまいります。竹谷敏子君。 今、ご答弁にありましたように、えー、環境投資などで、えー、新しい産業が生まれて雇用が生まれるというメリットも、えー、ある一方でエネルギー主役産業については税を課すことでデメリットを受けるそういう場合もあるという,う、まあ、定性的な、あのー、そういうご評価がありましたけれどもこれはあのー。 CO2 の削減と、また産業がプラスになったかマイナスになったかというのは、これ、測定可能なものでありますので、なるべく定量的に評価をして、政策の効果がどうだったかということを分析をした上で、また来年度予算、その次の予算、また長期的な政策というものに反映をさせていっていただきたいというふうに思います。 でこれ、政府全体としては、まあ、8000億円から9000億円、えー、かけているということでありますけれども、この財政支出、えー、風力発電や太陽光発電、水力発電、地熱発電、また、聴力、波力、えー、バイオマス、その他再生可能エネルギー、また熱利用、えー、など、えー、省エネ促進、さまざまなこの幅広い予算がいくつも、あのー、あります。 でえー、しかも環境省だけではなくて、えー、資源エネルギー庁や国土交通省、農水省、文科省、総務省、内閣官房総合海洋政策本部というところまで、えー、要求が出ている、そういうあの幅広い、えー、予算でございますけれども、まあ、この中には、中長期的な技術開発もあれば、すぐに太陽光発電など、短期的に効果が出るというものもいろいろ含まれています。 でえー、中にはお金の使い方によっては、いつまでも、えー、効果が出ないようなものも、あのー、中には入ってくるのではないかと思います、きちっと評価をしなければいけない、でえー、いずれにせよ、政府がそれらを一元的に評価をして、えー、各省、 あの単独ではなくて縦割りではなくて、えー、次元的に評価をして、より効果が出るものに選択と集中を行っていく必要があると思うんですけれども、えー、今、そういった評価をあの行っているところがあるように私はあの感じられません。あのー、そういうい各省に 話を聞いていますけれどもそういった評価をあの部分的に個別にやっているところはあるんですけれども政府全体として並べてやっているということがないでこれはやっぱり環境省がえ温暖化また再エネ、省エネをあの進めていくイニシアチブを取るのであれば環境省がやっていくべきことではないかというふうふに私は思っております。 でこれはご答弁結構です。あのおいおいあの、いろいろご提案をしていきたいと思いますので、次の質問をさせていただきたいと思いますが、えー、公明党は温暖化対策、また再エネ、省エネを進めるグリーン税制、えー、グリーン税制とあの、税制の全体のグリーン化ということが、大臣のご指針にもありましたけれども、公明党として緑の贈与税制というものを主張させていただいております。でこれは高齢者が 等に、に対して、太陽光発電設備や、高効率の給湯機器等の、えー、低炭素化設備を、えー、普及させるために、えー、贈与する場合、これに、えー、贈与税を非課税にする措置を、そういったことを創設するということを求めているものでございます。えー、繰り返し環境省にもあの個別に、えー、お話を伺っておりますけれども、あのー 現在の検討状況、また取り組みの状況を伺いたいというふうに思いますはい、関係局長 えー、緑の贈与につきましては、この贈与を行う場合に、贈与税を非課税にする特別措置につきまして、環境省が税制税の当局に現在、要望しているところでございます。まあ、ただ、えー、いろんな課題もございまして、えー、特に設備を贈与する場合には、不動産のような登記制度がないことから、贈与行為をどのように確認するかという、こういう課題がございまして、まあ、そういう点につきましても、併せて検討も並行して進めているところでございます。竹谷敏子君 今の,あのご答弁はあの公明党の部会等であの1か月か2か月ぐらいまででしょうかあの伺った答弁と同じでございます。あの進展がないように感じます。あのもっとしっかりと、えー、検討していただきたいというふうに、えー、ここで強く要望しておきたいというふうに思います。 でえー、この緑の贈与を非課税として推進することによって、贈与税があの減ってしまうということを、あのまあ、財務省は、えー、心配する向きもあると思いますけれども、これ一方で消費税が、消費が増えるということによって、えー、総裁または税収上につながるという試算もあります。でまたこういう制度が、えー、できたら使いたいという、そういう意向を調査している、えー、民間の団体の アンケートで、えー、かなりの,あの方が、あの資産を持っている高齢者の方が、こういったものがあればやりたいという、そういう回答も、えー、調査結果として出ております、えー。化石燃料への依存、これを減らすということは、政府全体にとってもまた温暖化対策を推進していく上でも、大きな前進だと思いますので、実現に向けて、一層の取り組みをお願いしたいと。 重ねてお願いを申し上げますで、えー、次に再生可能エネルギーの促進と環境技術を活用した成長戦略への貢献という、えー、大臣のご所見の中で、えー、まずはこの成長戦略への貢献をする上で、政府として戦略がそもそもあるのかどうかということをお伺いしたいと思います。関局長 再生可能エネルギーの最大限の導入を実現するため、政府としても一丸となって取り組みを進めているところでございます。まあ、例えばでございますけれども、我が国の技術により、世界全体の温室効果、ガスの大幅な削減に貢献するため、本年9月でありますが、総合科学技術会議におきまして、 環境エネルギー技術革新計画を改定い,いたしまして、再生可能エネルギーを含む環境エネルギー技術開発を中長期的に推進し、その国内外への普及に積極的に取り組むと,ところとしたところでございます竹谷俊子君。今あの、例えばということでご紹介ありましたけれども、環境エネルギー技術革新計画。 これが戦略であるというそういうご答弁だったかと思うんですけれども、これを拝見をいたしますと新しい技術を開発しようと既存技術の普及には限界があるのでそれで世界に貢献していくんだという非常にロマンがある計画だというふうふに思うんですけれどの何によってどれだけ使用2を削減するというそういったものはないんですね。で、あの 技術革新も非常に重要だというふうに思いますけれども、この既存技術の普及というところについて、えー、もっと計画を立てていくべきではないかというふうに私は思っております、でえー、スウェーデンに調査に行ったときにあの、ある5万人ぐらいのカルスクーガという、えー、自治体なんですけれども、えー、そこでですね、バイオガスの、あのー プロジェクト、まあ、来年から稼働するということで見てきたんです。で、このバイオガス、あの日本でもやっていますけれども、あのー、さまざまな実証実験をいろんなところでやっています。例えばあの、神戸の、えー、ゲスヨデを使ったものは有名であります、大規模で。で、このカルスクガというところの小さな5万人のところで民間のガス会社が、この神戸で売大的にやっているような、 あのバイオガスを、えー、これはの二酸化炭素等を除去して通常の天然ガスのようにして使えるようなあのプラントだったんですねで、えー、こういったことを日本ではさまざま実証実験でいろんなところでやってるんですけれどもまだまだあの商業ベースに乗らないんですね実証実験の結果報告を見るとこういう課題がありますというところで止まって次が続いていかない。 でもスウェーデンのような小さな国ではもうすでにみあの民間の商業ベースに乗せて普及されようとしているということでこれは私,私はあの日本の補助金の,あのこのエネルギー環境分野における、えー、使い方の間違いなのではないかというふうに思っておりますけれども環境省いかか。がでしょうか関局長 バイオガスの利用につきましては、例えばその下水の終末処理場におきましては、オデーの消化ということでメタン発酵をすると。これはもう長年行われてきておりまして、定着しております。また、あの、食品廃棄物を集めまして、まあ、食べ残しでございますけれども、えー、これを、えー、メタン発酵しまして、メタンガスとして供給するようなものも商業ベースに載っているものがございます。ただ、あの、全般的に、えー、様々な有機物の廃棄、えー、物を集めますときには、 えー、原料の収集方法やその量のばらつき、供給先での必要な熱の,熱の温度帯や量など、まあ、地域ごとにさまざまでありますので、まあ、この辺が普及の妨げとなっております、えー、環境省といたしましては、えー、農林水産省と連携事業ということで、特に農村域におけるバイオマスの活用、バイオガス事業を進めているところでございます。武井敏子君 本日はちょっと時間がないので、あの、この辺でとどめさせていただきたいというふうに思うんですけれども、あの今様々な課題があって、それをあの解決していくために、まあ、農水省等と,と組んでやっていくということだと思うんですけれども、まあ、技術開発よりも、あのそうしたあの今ある課題、割とローテクな問題だったりします。そういう、えー、課題を、えー、解決をして、この地産地消、また、あの 地域での,あの地域主体の、えー、再生可能エネルギーを進めていくということは、私は非常に確実です、地域の産業、雇用に直結するものだと思いますので、ぜひ力を入れて、バイオガスだけではなくて進めていっていただきたいと思いますが、えー、最後に、えー、この再生可能エネルギー、省エネの普及促進に向けた大臣の決意をお伺いして質問を終わらせていただきます。石原大臣。 竹谷委員と政府委員の答弁を聞いておりまして竹谷委員が物足りないなっていう思いを持たれたこと非常に私も横で感じておりましたあのやはりあの実証をいかに商業化につなげるこれはやはり2030年の CO2 の削減目標2050年の 削減目標への工程表これをですね、しっかりと政府また、環境委員会でこれぐらいのことをやろうということをですね、やって初めて現場がついてくる。あの 個々の今バイオガスの話がございましたけど、そのほかにも需要まるもありますし、えー、養生付帯式風力もありますし太陽光もありますこういうものをやはりしっかりとバックアップする税制また補助金等々を作って、えー、低酸素な社会を作るために尽力をさせていただきたいと議論を聞かせていただきまして強く感じました。 水水野野健健一一君、えー、みんなの党の水野健一でございますまずですね、ちょっと昨日起こったことについての話なんで、質問通告が今朝になってしまって申し訳ないんですが、あのー、昨日ですね、えー、千葉県で PM2.5 が、まああのー、非常に高い濃度になったということで、注意情報を出しましたよね、で、これ、あのー、参考人で結構ですけれども、 この千葉県が出した注意情報というのは、大気汚染防止法に基づく注意報とかとは違うわけですよね。小林局長、はいあの。ご指摘のとおりでございまして、これは PM2.5 につきまして、まあ、注意喚起のシステムをこの春に作りました、これを今、自治体が運用していただいておりまして、大気汚染防止法に基づくものということではございませんで、この環境省が示した指針に基づく注意情報を流したとこういうことでございます。 水野一君大気汚染防止法では、まあ、いろんな注意報とかあの、一番重いのは重大警報とかって出せるようになってますよね、まあ、それで一番典型的なのは、高化学オキシダントについて、まあ果化学スモッグ注意報というふうに俗に言われてるやつですけれども、これ、高化学オキシダントだとか、そのもしくは SPM とか、硫黄酸化物とか、一酸化炭素とか、そういうようなものは、 この大気汚染防止法とか、それに基づく施行令によって注意報を出せるわけだけれども、PM2.5 はそもそも出せないんじゃないですか、この大気汚染防止法に基づいて、PM2.5 の注意報は、そもそも現行法では出せないんじゃないですか小林局長、はいあの。大気汚染防止法に基づきまして、一定の物質については。 あの注意報お、あるいはまあ重大警報を作るというのを、政令で決めることになっております、PM2.5 はの環境基準を作りまして、えー、ま,あまだ、あのーえー、間もないわけでございますが、大気汚染防止法上の規定を制定しておりませんので、まあ、法律上の、えー、措置としてはできないと、それをまあ運用上、えー、指針に基づいてやっていただいているということでございます水野憲一君。 まあ、言ってることは分かりますよ、環境基準について、PM2.5 は最近できたばっかりだからということで、それは、まあ、分かんなくはないけど、まああのー、同じ粒子でももうちょっと大きい、まあ、いわゆる SPM なんかだ、これは出せるわけでしょ、SPM だとか、あのー、ソックスだとかです、ね、二酸化、えー、窒素だとか、そういうようなものに関しては、大、あ、気、のー、汚染防止法に基づいて注意報出そうと思えば出せますね、そういう事態になったら。で この PM2.5 はまだそうなってないとてちょっと違和感もなきにしもあらずですけど、そういうふうになって、現状はそうなってますよね小林局長。はいあの、ご指摘のとおりでございまして、まあ、あのここ何十年かあの、大気汚染防止に取り組んできております、えー、硫黄酸化物、あるいは浮遊粒子の物質、SPM でございますね、それから一酸化炭素、二酸化窒素。 えー、オキシダンと、こういうものにつきましては、大気汚染防止法上お、注意報とか警備まを、あ、発出するレベルを決めておりまして、えーまあ、そういう事態になりましたら、あのー、注意喚起をしましたり、あるいは一定の大気汚染を抑制するような措置を取ると、こういうことになっております。ににつきままししててはあのーえー、このの正月以来の状況に考えまして、まあ、急遽 指針という形で正当いたしたわけでございますが、大気汚染防止法上の、えー、措置としてはまだ制定しておりませんので、あのそういうことはあの今はまあ運用上やっていただいてるとそういうこと、でございます水野源一君。PM2.5 については、いろんな科学的知見とか、そういうようなものをまだ蓄積していく段階ということは、まあ分かるんですけど、今、局長の答弁でも、まだ制定してないというふうに、まだその法令に基づく、 その注意報とか出せる状況じゃないっていうことはいずれ知見が高まっていったりとかすればそれは同じようにその他の高価格オキシダントだとかそのノックスなんかと同じようにですね法律に基づく注意報とかも出せるようにする余地は十分あるということですか小林局長えー、あの対凶性防止法上にまあそういう仕組みがございますので えー、この制定がどうかということは、あの検討課題だろうと思っております、今、ご指摘ございましたが、PM2.5 につきましては、あのー、この春にいい、まあ、日本の、まあ、第一線の専門家に集まっていただいて、注意報のレベルを決めるというような作業をさせていただきました、でえー、その後もあのフォローアップの会議なども開いているところでございますが、まああのー、日本の今の国内のレベルで、まあ、どういうあのデータが集められるかというところについては、ま,あ、まだまだ課題が多いという。 ような現状が一つございます。それから、まあ、あと少し制度的な話になりますが、あの、対抗線防法上の措置は、まあ、注意を促すというだけではありませんで、まあ、特に固定の発生源とか自動車から出てくるような物質が、まあ、想定されておりましたので、えー、まあ、法律上ですね、まあ、レベルに応じてでありますが、抑制を、こうお、協力要請をしたり、あるいは、まあ、もうちょっと重大な事態になりますと、 まあ固定の発生源については命令をかけたり、あるいは自動車については、あの公安委員会に、まあ、一定の措置を要請したりとかですね、まあ、そういう措置がございます、ちょっと PM2.5 について、こういうものがうまく当てはまるかどうかとかですね、まあ、そういうあの検討課題はあろうかというふうに思っております水野源一君。まあおそらく PM2.5 の場合、中国由来もあるんじゃないかとか、もしくは二次生成なんかも多いとかって、そういういろんなことがあの背景にあるんですが、まが、あ、いろいろそこは。 あのそういうことをいろんなこと角度からです、ね、今後、研究していただければと思いますが、ではあの、まあ、本日の本題のです、ねえー、原子力の問題についてお伺いしたいんですが、まあ、去年、原子力規制委員会というのが設置をされて、まあ、約1年余り経つわけですね、でまあ、私たちみんなのとは原子力規制委員会設置法には反対したんですが、まあ、しかし、 この1年間の原子力規制委員会の仕事というものについては、私たちも評価をさせていただきたいというふうに思ってますが、その中でですね、えー、っと原子力規制庁について、この法律の中でこう書いてあるんですね、で原子力、まあ、いわゆるノーリターンと言われている話ですね、原子力規制庁の職員が、よ、まあ、るに例えば経済産業省から出向をして、 またその規制の仕事をしていたらまた戻ったら原子力推進というんじゃ、これはやっぱり社会的信頼も得られないというようなことの中で、ですね要するにそういうところには戻らないというノーリターンルール、まあ、これは実はあのー、規制庁が設置されてから5年間は猶予期間というのがあるんで、今日の時点では発動されてはあのー、いないわけですけども、まあ、その5年間ももう1年経ったわけですね。 そうすると、まあ、委員長もおいでなんで、ちょっとお伺いをしたいんですが、これあれ、規制、あのノーリターンというのは、あの法律見ると、ですね、原子力の利用の推進にかかる事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないとかっていう、非常に曖昧な書き方ですよね、つまり、あのこの部署のここはだめよって書いてあるわけじゃないんで、多分この、 原子力推進にかかる事務を所掌する行政組織に配置転換しないといっても、具体的にどこなんだとかっていうことを今から決めていかなきゃいけないじゃないですか、その辺の検討状況はどうなってるのか、まあ、もしあれだったら事務方でも結構です。堀本次長あのいわゆるあのノーリターンルールにつきましては、あの規制委員会が原子力利用の推進と規制を分離すると。 いうことで、えー、作られたことを鑑みまして、この、いわゆるその職員の配置につきましても、えー、と推進取り規制の分離を図るという観点からですね、えー、やるということで作られたものでございます。あおっしゃるとおり、あのー、法律上は原子力の利用の推進にかかる事務を所掌する行政機関への配置転換を認めないということで書かれております。 現状において、まだですね、あの先生にもご指摘いただきましたが、5年の経過措置ということなので、これについてまだ検討は進めておりませんけれども、今の,あの法律の趣旨、またあるノーリターンの趣旨に沿ってです、ね、今後その運用を検討していきたいというふうに考えてございます。<上>水野敬一君。 まあ、あの月日が流れるのは早いわけですから5年と言っててもだんだんもう1年経ったわけですからこれはあのしっかりと検討をしていただければと思いますし、まあ、これは本質はです、ね、要するに今日規制と言っている人たちが明日はじゃあ、n h o とかで原子力の立地の増設だとかなんとかって言ってるんじゃこれは当然信用を普通に考えてされないわけですからだからまあそういうのがだめだと言ってるわけであって、まあ、その この趣旨を踏み外しちゃいけないわけであって、まあ、そういう意味であの、どこまで厳格にやるかというのは、ものの常識の判断が当然あるというふうに思いますけれども、これ、原子力規制委員会というのは、環境省の下に置かれているわけですけど環境省側から何か、政治レベルでも何かあります、これに対する答えは井上副大臣。 あのまあ、これは当然のことながらです、ね、法律に基づいて、まあ、しっかりあのやっていくということだと思います、ただその、まあ、どこの範囲までという話になりますと、これは具体的にはやはりその人事の中でどういうふうにやっていくかということでありますから、これはもう規制委員会、えー、そのものの課題だという,ふうに認識しております水野源一君、まああの。社会通念上あの、常識を踏み外さないような形で,です、ね、ルールを作っていただければと思いますが。 あの原子力、今、原子力規制委員会の話聞いたんですが、あの原子力委員会っていうのがありますよね、で原子力委員会で、えー、原子力委員というのが本来、5人定数でいるんですが、えー、原子力委員のこれ、任期っていうのは何年ですか、後藤田副大臣。えただいま、原子力委員会の5人の任期はですね。 えー、これはですねもう今、切れているわけでございますが、あ今、3人、今、任期のお職務継続規定により、えー、在職しております水野健一君あの。本来の任期の長さっていうのは、あの今、切れてるっていうことは私も知ってますけど、本来の任期の長さは何年ですか、後藤田副大臣、えー、任期は3年でございます水野健一君。えー、それを意味軸も今、副大臣おっしゃったように、3年が切れてるわけですよね。 えー、じゃあ具体的にどのぐらい切れてどのぐらい経っているのかというのは、じゃあ今、3人在職してますけど、現職員に、いつ切れたんでしょうか後藤副大臣、えー、ただいまのです、ね、状況でございます、えー、近藤俊介委員長が平成25年1月の5日でございます、で鈴木達次郎委員が平成24年12月31日、えー、そして秋葉悦子委員が平成14年24年の12月31日でございます。 水野源一君え。つまり、今おっしゃられたように、任期が切れたのは10か月前とか11か月前なわけですよね。それで、じゃあ普通は、これ国会同意人事なんですよね。国会同意人事現職員というのは、国会同意人事は、任期が切れたり、とか切れる前、普通は切れる前なんだけど、切れる前とか、もしくは、えー、欠員が生じた場合は、えー、国会の方に、この、 新しい人はこういう人たちをよろしくお願いしますと言って、国会に承認を求めるのが普通だと思いますけれども、政府の方ではそういう承認を求めてますか。後藤田副大臣、えー。ただいまですね、あのー、のご質問でございますが、今、例の3.11のですね、えー、問題が起こって以来、今、内閣官房に設置いたしました原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議というものをおきましてですね、 原子力委員会のあり方そのものについて、ですねえ速やかに、えー、考え方を出して、それからあ改めて、えー、国会の同,人同意人事を求めようと、そういう方向で今、検討しているところでございます<上>水野県いや私の質問は、ですからあのあの、提示を国会にしてますかと、人気切れで欠員があるけど、提示してますかということは、今の答えでいうと、切れてるけれども、提示してないということですね。<上>後藤田副大臣 いや、今の後藤田副大臣の答弁は、この現職委員会の在り方を検討してるから、在り方を検討してるから、任期が切れてるんだけれども、3年の任期の人が3年10か月とか、3年11か月在職してて構わないっていうように聞こえるんですけど、なんで在り方を検討してると、現職委員会の在り方を検討してるとね、そうなんで任期切らが許されるんですか。後藤田副大臣 えー、この夏からです、ね、内閣官房であり方を検討している中で、なかなかあ今の状況の中で,です、ね、新しい委員の方の同意は得にくいという考え方もありです、ねえー、まだあ同意人事に、えー、としてです、ね、提出する状況にはないという判断でございます水野憲一君、そんな馬鹿な理屈はありえないんであって、同意を得にくそうだから。 国会に政府が国会同意人事のものを提出しないなんていう馬鹿なことはありえないわけであって、国会が同意するかどうかは国会が決めるんであって、政府はなんで国会,に同意を国会の同意が得にくそうだから、任期切れの人を職務継続規定で続けさせて,て、そんなこと許されるわけないでしょう。後藤田副大臣。あの今、抜本的にですね見直しをするということにしてます、委員会につきましてですね。 まああの今回、今お話ありましたとおり、3年間の任期の同意人事案、これはあの今、繰り返しになりますけれども、新たな方にです、ね、就任していただく、内諾をお願いすることが、あやはり非常に困難であると、この状況は否めませんので、えー、国会に提出するかどうかという問題はです、ね、議論があると承知しております水戸健一君。じゃあ、この現職委員というのは、再任できる規定はありますか、ありませんか。 後藤田副大臣あの先ほど申し上げましたとおり、えー、職務継続規定というのがです、ね、原子力委員会設置法6条にございますので、今の段階では、あ3人の方にです、ね、職務継続をしていただいているという状況でございますし、やはり3名であればです、ね、委員会として、えー、機能していると思います水野健一君。私が聞いたのは、職務継続規定の話じゃなくて、同じ人を再提示するということはできるんですかということを聞いているんです。 後藤田副大臣え、それは可能だと思います。はい、以上水野健一君いや、可能なんですよ、可能である以上、後藤田さんの今の理屈は、新しい人に就任してもらうことが難しいっていうんだったら、同じ人に、今現にその3人仕事してるわけでしょ、同じ人を再提示をして、国会の了承をもらうのが当然でしょ、だって国会は任期3年の人事で、3年10か月ぐらい前に承認してるんですよ。 それだったら、その任期が切れた時点で、同じ人に職務をしてもらう以上、再提示をするのが当然じゃないですか後藤田副大臣あの委員もご承知のとおりです、ねえー、当初の5人の委員の中の二人が、ですね、えー、大場委員と尾本委員が、です一身上の都合で、えー、辞任されているということはご承知のとおりでございますが、あのー、3名についてですね、あのこのまま。 あやはり改,改めての委員会の在り方をです、ね、検討したでえで、そして新たに、えー、委員としてです、ね、われわれは国会同意人事に、えー、を提出したいと、こういう考えでございます水野源一君。今の話は初めて聞きましたけど、要するに3人については、国会に新たに同意人事案として、今国会に提出するということですね。 後藤田副大臣、これは繰り返しますが、今内閣官房においてですね、原子力委員会のあり方について検討しているところでございます。その検討を速やかにした上でですね、適切な委員の方を提出するという今我々の方向でございます。委員長水野議員、いやいや、今あなたは国会に提示するって言いませんでした？その三人の方、三人の人っていうのは今現在人気切れなんですよ。だけど仕事してるわけでしょう？ だそれはおかしいと、その職務、ずーっとやってるんだったら、任期が切れた段階で国会の承認を求めるのが筋でしょで、それを提示するっていうふうに、そういう言い方したんじゃないですか。後藤田副大臣あの。任期が切れておりますけれどもですね。 あの何度も繰り返しますけれども、3人の方はこれはですね職務継続の規定により、今、3人の方にやっていただいているということでございますが、国会に提示するのは、先ほど来申し上げますとおり、委員会のあり方を考えた上で、それは速やかにですねその中で新しい委員を推薦したいと、こういう考え方でございます水野賢一君。いや、そんな馬鹿な理屈はないんですよ。職務継続規定っていうのは 確かにありますよ。だからそれは本来、例えば、政府としては提案をしたと。だけど国会が承認しなかったりしたときに、空白になっちゃうから、空白になっちゃいかんということで、今までやってた人が、その職務をしょうがないから続けるって、これはあり得ると思いますよ。ところが今やって、政府のやってることは、意図的に人選を提示をしないと。だから公認が決まらないっていうことで、 意図的に公認を作らないで、だからそれによって公認が決まらないから職務継続してって、そんなことが許されたら、任期は、任期の意味がなくなるというふうに思いません後藤田副大臣あの繰り返しで恐縮でございますが、あの在り方を検討した際にはです、ね、原子力委員会そのもののお在り方がどうなるか、また後継組織というものがです、ね、新たに立ち上がる可能性もあったりです、ね、組織そのものが、 開杯こういう可能性があるということでございます。そういう中で私どもはあ新たに、えー、国会同意人事を出すよりもですね、えー、そのおいわゆるあり方の方向性を見定めた上でですね、それがしっかりとお新しい形になったときに、えー、皆様また国会にですね、同意人事をお出しすることが適切だとそう考えております。水野健一君。いやそんな理屈は通用しない。常識で考えてね。 要するに、例えば、1か月後にこの組織が廃止されるとかっていうなら分かりますよ、1か月後に廃止されるならば、1か月間の人、任期だけの人を、あのー、提示するっていうのは、それはおかしいから、今までの人をやってもらうってう、これは分かりますよ、じゃあ、いつ現職委員会は廃止されるんですかそれも決まってないんでしょ、後藤田副大臣いやこれにつきましてはですね、今も、申し上げたとおり、いつどうなるか、どういう形になるかということを今、 この夏からですね内閣官房において、あり方について今、検討していただいておりまして、それを速やかにですね、えー、決まり次第、えー、新しいですね委員というものをどういう形で国会にお出しするかということを検討してまいると、そういう状況でございます水野健一君その理屈が大体おかしいんであって、あのー、じゃあ原子力委員会というのは廃止しようと思ったらすぐ廃止できるんですか、これは例えば政令化なんかで廃止できるんですか。委員長後藤田副大臣 この原子力委員会のあり方について、今まさに内閣官房で、えー、検討しているところでございますんで、廃止する、しない運動につきましては、私どもとしてはですね、えー、今のところお、内閣官房の検討結果に委ねたいと思っております。水野健一君。原子力委員会っていうのは、原子力委員会設置法で決まってるんですよ。ですから、仮に廃止したり後継組織を作るったって、そんなものは法改正をして、しかもその後、 法律が改正された日に廃止されるわけじゃないんだから。つまり、どんなに早くたって、じゃあ今、この人たちの任期は3年10か月ぐらい経ってるのが、4年にはならないっていうふうに保証できます ?4 年以上なるんですよ、必ず。後藤田副大臣。今の4年以上になるということでございますが、まあ、私どもは内閣官房で、そのあり方をですね、今できるだけ速やかにですね、えー、検討結果を お待ちしている状況でございますんで、それはその期限につ,期限については、今、私がこの立場で申し上げることはございませんが、そう,ないそうすることがないように、えー、頑張っていきたいと思います水野健一君。いや、その大体、今、検討してるったって、じゃあ、検討結果はいつ出て、いつ法律を法案として出すんですか。 後藤田副大臣この点につきましては、今、まさにその検討中でございます、それはもちろん速やかにですね出すことができれば、それは望ましいことでございますが、あ我々原子力委員会というものの、ですね今、国民的な注目、そして原子力政策については大変注目されておりますから、それはしっかり慎重にですね懇談しながら、ですねそして検討しながら決めてまいるというのが方向でございます。 水野健一君。いや、注目されてる大事な部門だからこそ、ルールを守るべきなんでしょう。ルールとして任期は三年なんですよ。三年のものを平然と任期以上に、職に留めとくって、そんなことは、それだ原子力だからこそ消しからんのですよ。他の分野でも消しからんけど。じゃあ、近藤委員長、来られてるんでお聞きしますけど、近藤委員長は、任期が三年が切れたときに、 自分としては職務を続けさせてくれっていうふうに、自分はその、ずっとやらせろというふうに言ったんですか、それとも政府の方が、公認が決まるまでやってくれっていう,う政府の方に頼まれたのかそ、そこを教えていただきたいと思います。近藤委員長、後者でございます<上>水野憲一君。いや、そういうことなんですよ。だから政府が勝手に公認者を決まらないから、公認者が決まらないということで、職務継続規定で、 じゃあ、もう四年近くなるわけですよ。じゃあ、何年間までだったら、後藤田さん許されるというふうに思ってるんですか三年の任期の人が。何年間までだったら許容範囲だと思ってるんですか後藤田副大臣。 えー、私の立場で何年間だから許されるということを申し上げる立場にはございませんが、今、お話ありましたとおりです、ね、まあ、今の状況はあ職務継続規定ということで伸ばしているわけでございますが、これはあの正常な状態ではないと思ってます、ですからそれは速やかにです、ね、えー、先ほど来、繰り返し申し上げておりますが、在り方をしっかり見直して、そして新しい組織の上で、新しく委員を国会の同意人事に上渡したいと。 こういう考え方でございいます水野健一君いや、正常な状態じゃないと思うのは当たり前なんですよ。じゃあ、この3年の任期の人が、国会で3年で任期で承認された人が3年10か月ぐらい続いているのは、これはもうやむを得ない許容範囲だというふうに思うお思いなんですか後藤田副大臣。これにつきましてはですね、3.11というあの痛ましい。 えー、ああいう問題が起きたわけでございますから、改めてこれは原子力委員会のあり方がです、ね、どうあるべきかということは、もうこれはもう国民的な議論としてです、ね、しっかり我々政府が責任を持って、新しい体制で臨むということには変わりませんが、あその任期ができるだけです、ねえー、長くならないように、しっかりと法改正も含めて、えー、同意人事案も含めてです、ね、出すように努力してまいりたいと思います。 水野源一君。いや、話が全然噛み合わないんですけど、3.11があった。だから原子力委員会のあり方を検討する。そのことは誰も別に否定しないんですよ。検討するのは結構だけど、検討している間だって原子力委員会はあるんだから。その時に、なんで任期が切れた人が、意図的に政府が公認を選ばないということにて、意図的にいつまでも 食にとどまってんのかということを言ってんですよ。別に検討をしていたって、ちゃんと同意人事案を提示することはできるわけでしょう。まあ、結論的にこれ話噛み合いませんので、もう質問はこれだけにいたしますけれども、原子力という極めて透明性とルールの遵守が求められている分野で、この政府の態度に対しては非常に不信感を持ちますけれども、まあ最後にじゃあ大臣、これ何か、あの、自分の直接の所長じゃないかもしれませんけど、何かありますか。時間でありますので、 大臣。一言。一言。じゃ、はい、は,いはい、はい、はい。一言。内閣府において、適切に処理されるべきだと思います。不適切なんだ、今は。はい。市田忠義君、えー、今日は汚染水問題について、お聞きをいたします、えー。原子力規制委員会、昨年11月に福島第一原発を特定施設に指定をして。 同年12月東電から実施計画が提出をされましたでそれに基づいてその実施計画案を評価する第一回評価検討会があ12月21日に行われましたでそこに提出された東電の実施を計画しているリスク低減方策によりますと想定されるリスクとして低流水処理計画での放射性物質の経外放出リスク 流水発生量の増加リスク、海洋汚染拡大防止計画での放射性物質が地下水に流出した際の海洋への放出リスク、港湾内の放射性物質の海洋への拡散リスクなどが示されている、これは間違いありませんか。山本審議官あの。今、例えばご指摘ありましたのは、第1回目の検討会の資料で、東京電力から示された資料の中に記載のとおりでございます。 田忠義君この当時示されていた、大流水処理水の漏洩えい、ー、貯蔵タンクからの漏えい、縦穴への地下水の流入と潜水の流出、海洋への流出などの、まあ、いわゆる当時想定されていたリスクが今、現実に毎日起こっているでこの第一回検討会で東電側が 大流水がもう二十三万トン以上も溜まっているので適切に対処していかないと発電所が水だらけになってしまうと説明した。で、これに対して外部専門家からは大流水、大流水みたいにこれからどんどん量が増えていくと量が増えるによってリスクも増えていくと。地元では汚染水のタンクをこれからいくつ作るんだろうと、まあ、日々心配されているという意見が出されました。また規制庁側からは 今ついている設備は仮設的なもので作っているわけできちんとリスクをまとめる必要があるとこういう意見も出された、まあ、要するに検討会の議論でも東電のリスク評価と対策に対して危惧する意見が多く出されたとこれも間違いありませんね。山本審議官 はい、あの委員ご指摘のように、福島第一につきましては、さまざまなリスクがございますので、そういうリスクをすべて洗い出して、そのリスクを全体としていかに低減していくか、こういう観点から議論を行ったものでございます一田忠義君。ことしのです、ね、1月24日の第2回検討会に提出された東電のリスク評価についてでは、海洋へのさらなる放射性物質放出として、汚染水処理設備、 貯蔵タンク、汚染水が滞留している建屋などを挙げている、リスク分析の結果に基づく対策としては、漏えい検知器や監視装置を設置する、フランジボルトによるタンク接合部の止水対策、水を止める対策ですね、これを実施するなどを示している、これも間違いありませんね。山本審議官 はい、あのご指摘のとおりでございまして、特にフランジ型のタンクにつきましては、その接続部からの漏えい事象が、えー、過去もいくつかございましたので、えー、それの保守管理であるとか、止水対策、それかられ万が一漏れた場合の席、えー、の設置、まあ、そういったところの対策をあの議論したところでございます市田忠義君。今得た対策は、ですね信頼性向上対策と銘打って示されたわけですが、まあ、今、現実に起きている汚染水の漏えい事故というのは、 ま、監視が全く不十分な中で、タンクの接合,接合部から漏洩が起きていると。まあ、信頼性向上どころか信頼性を低下させていると。で、第二回検討会当時に示された原子力規制委員会が持っていた問題意識、大きくて二つあったと思うんですが、これも事実確認しておきたいと思うんですけど、第一の問題意識として、特定原子力施設の主なリスク要因及びリスク影響評価を上げている。各工程のパラリオリティ付け、 優先順位、工程も倒し、遅延の評価を適切に行う。リスク分析に基づく対策の優先度を明確にする必要がある。これはまあ第一の問題意識。で、第二に、いわゆるアルプスからの漏洩防止、試験開始などにあったと。特に、私ずっと検討会何回かのやつ全部見ましたけれども、アルプスの運転開始の実施状況などについては毎回の検討会で 議論になっているとこれも間違いありませんね。山本審議官。はいあの、ご指摘のとおりでございまして、まずリスクにつきましては、福島大臣についてはさまざまなリクスクがたくさんございますのでご、委員ご指摘のように、優先順位、スケジュール、そういったものを十分勘案して、対策を優先的に進めていくということを議論いたしました。それれから、アルプスにつきましても、これはあの、 えー、水は処理を、ルオ濃縮水という放射性物質を含んだ水を処理をするものでございますけれども、えー、これらについてもこの処理をした後のヒックと呼ばれる廃棄物を入れました容器の安全性について十分な議論をいたしたところでございます市田忠義君。まあ当然、規制庁としては汚染水のリスクは承知をしていたとで、その対策の優先度を明確にすることと、アルプスの漏洩防止と性能確認の試験を東電に。 求めてられたと。そこで私、規制委員長にお聞きしたいんですけれども、規制委員会規制庁昨年の十二月、今年一月当時から、東電が提出をした実施計画での汚染水による放射性物質の放出リスク、海洋汚染リスクを承知をしながら、東電の地下水バイパス、あるいはアルプスなどによる防止対策を認めて、まあ、規制委員会としての積極的な漏えい防止対策を当然に 指示してこなかった。汚染水はアルプスなどで処理して地下水やバイパスで海洋に放出すれば深刻な事態になることはないと。まあ、安易に生還しておられた。しかし昨年秋に稼働するはずだったアルプスは今年9月になってやっと試運転しているが本格的な稼働にはまだ至っていないまた地下水バイパスからの地下水の海洋放流は 地元関係者の合意が得られずにストップしたままになっているとで、少なくともこの時点で、規制委員会がリスク対策について積極的な対応を支持しておられれば、今日のような貯蔵タンクなどからの漏えいとか、外洋への漏出などの広がりを少なくとも抑えることができたんじゃないかと、規制委員長としてどうこの問題考えておられるか。田中委員長 えっと、先ほども、うん、山本から申し上げましたように、1EF に関してはさまざまなリスクがありまして、汚染水対策は当初から私どもも大変気にしておりました、で結局、あの水はあのどんどん流れてきますし、溶、え、融、ー、炉心も冷却しなければいけない、そうするとその、ある程度汚染した、特に RO 水という炉心を冷却した 水についてはこれは相当の放射能を含んでますので最終的にはアルプスという多角種除去装置で処理をしてあのあトリチウム以外は大体取れるということの、まあ、あ一,応一応実験室レベルでのそういう性能を確認をしながらそれを稼働することをあの奨励してきましたしかしそれがあのい,いくつかのトラブルがあって 実際の稼働は今、ご指摘のように最近になってようやく少し稼働し始めたというところですが、これについては、今後もさらなる2倍、3倍増の増設をしながら、新たな装置を開発しながら、きちっと処理をしていくシステムを作らない限りは、この汚染水問題は片付かないと思っております。また地下水に、地下水バイパスにつきましては、 これはもともとその原子炉の、いわゆる壊れた原子炉の周りの水でありますので、これを何とかあの少なくするというために、地下水バイパスという方法で、その水の低減化を図るということで、奨励してきたものでございます市田忠義君。まあそののの福島第一原発でで今年の3月です、ね、配電盤のトラブルいわゆるネズミ1匹で えー、大規模な停電が起こって使用済み核燃料プールの冷却装置が長時間停止をいたしました、続いて4月には、えー、地下貯水槽から汚染水が漏出したと、と7月にはタービン建屋につながる地下トンネル付近から汚染水がまいた地下水が大量に、まあ、海に漏れ続けていることが判明したと、とこれはあの規制庁にお聞きしますけれども、これらの自己評価は 個別的に行ったんでしょうかやったかやらないかだけお答えくださいい山本審議官はい、今、例えばご指摘がありました、あの地下水の貯水槽が漏えい、それから停電事故、それから護岸付近の問題につきましては、委員ご指摘の監視評価検討会、あるいはそのさらに下に汚染水の対策ワーキングルームを設置いたしまして、それぞれごとに原因、それからそれの再発防止策、あるいは漏出防止策、そういったものをあの検討しているところでございます。 田忠義君検討のワーキンググループ設置したとおっしゃいました原因究明と対策は個別に全部行われたのか山本審議官はい、あの原因究明についても検討を行いました、ただ、あの地下貯水槽につきましては、まだ現在、その中の状況を詳しく見ることができませんので、えー、事故原因究明についてはまだ継続中でございますで、停電につきましては、これは明らかにネズミによりますものでございます、これは大きな原因としましては、 電源の強化対策、工事を実施してたわけでありますけど、それを一番最後の段階で、重要な設備を仮設の状態で接続をし、そこに熱ズが入って停電をしてしまったというものでございます。これは原因が分かっているところでございます。それから護岸につきましても、これは私ども汚染水対策ワーキングの中で検討いたしまして、海側の配管トレンチの先の電源トレンチのあたりが、 地下水と触れて、汚染水が海側に流出しているのではないかと、こういうあの推計をいたしまして、そのために今現在、その止水対策、具体的には水ガラスによる、えー、漏えい防止対策を今実施をしている、こういう状況でございます一田忠義君。東電、8月19日に、シウムを除去した処理水をためるタンク周辺で、100ミリシーベルトを超える非常に高い放射線量を検出したと、公表をしました。で後日汚染水水が近くの排水溝を通じて 外洋へ流出した可能性、これも明らかにいたしました。で、漏れた総量は300トン、数千テラベクレルと推計されていると。で、同じ形のタンクは350機あると。そこで、ようやく規制委員会は国際原子力機関 IAEA、e、に問い合わせて、28日、国際的な自己評価尺度の重大な異常事象としてレベル3に引き上げました。 これ、規制委員長にお聞きしたいんですが、規制委員会の対応が全く遅くに止したと言わざるを得ないと思うんですが、そういう反省はおありですか田中委員長。いわゆるタンクからの汚染水漏れについては、これは一種の事故でありますので、あの規制をきちっとやったから防げたかというと、必ずしもそうでもないと思います。またその 東電の100ミリシーベルトとか300ミリシーベルトとかっていう値は、その測定自体が汚染,汚染を表すものではないのだということで、そういうあの評価の方法は間違いであると、私は委員会でも指摘し、ようやく最近、そこが修正されるようになってきております。一田忠義君。規委員長の判断はやむを得なかったと、規制委員会のはあまり責任がないということですね。認 認識甘かったととといいうことではないとレベル3に引き上げざるを得なかったという点で、規制委員会としては全くミスはなかったという判断ですね、今のご発言は。田中委員長規制委員会の,あの判断のミスというよりは、一応、漏れた放射能の量として、IAEA の基準に照らして、レベル3に相当するという判断をさせていただきました。 市田忠義君あの昨年の9月以降、ですね東電から高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について、確か報告は1週間に1度、規制庁にも上がっていたはずです、深刻な状況は把握されていたはずであります、そして4月7日、東電に対して、規制委員長の名で漏洩汚染水のモニタリングを行う、汚染水が海洋などへ流出しないようにするという指示を出しておられます。 私は積極的に防衛、あの、漏洩防止対策を指示しようとすれば、できた状況が把握できた,いた、いたはずだということを指摘しておきたいと思うんです。で、さ先ほど指摘した、今年の3月の配電盤のトラブルで、えー、大規模停電が起こった。使用済み核燃料プールの冷却装置が長時間停止をし、4月には地下貯水池から汚染水が露出した。7月にはターベニタテアにつながる地下水トンネル付近から 汚染水がまいた地下水が大量に海に漏れ続けていることが判明したと。まあ、どれも自己評価すべきトラブルですが、先ほどまあ今、検討、原因究明中だと言われましたが、こう個別の自己評価、真剣にやってきたという、そういう,う話ではありませんでした。8月19日の汚染水漏れというのは、私、極めて重大事故で、福島原発事故は収束どころかですね、重大事故の上に、 さらに重大な事故を日常的に重ねていると。私は規制委員会は、いわゆる東電の地下水バイパスやアルプスダノミによる応急仮設の防止対策ですね、これではダメだと。国が責任を持って非常事態を克服するという認識を持つべきではなかったのか。この点で規制委員長どうですか。お考えを。田中委員長。えっと、お先生、もれ というのはあの2つありまして、1つはあの海側のいわゆる壊れた原子炉の地下に溜まっている水、ですねそれからトレンチとか、これはか,かなりレベルの高いあのあの汚染水ですので、これについてはとにかくできるだけ速やかに処理するようにということで、で最終的にはその水の処理はアルプスというような。 多角種除去装置を使って処理する以外はないということであります。さらに、あの先ほどご指摘がありました。いわゆるタンクに溜まった水のタンク、タンクからの漏れ。これはあのタンクの設置がかなり、あの急場しのぎでやったということがありまして。あの十分な健全性が保てなかったということで漏れてしまったということですので。現在それについては。 早急に代わりのタンクに移すというようなことも含めて、対策を取らせていただいているところでございます市田忠義君あの。規制委員長、今起こっている事態は非常事態だという認識ですかそれともそういう認識ではありませんかい、今起こっている事態についての認識です。これは国が全面でどるのに対応しなければならない非常事態だという認識、これはそういう認識ですね。田中委員長 えと汚染水対策はやはり、あのー、委員ご指摘のように、国全体の非常事態だということで、政府、国を挙げて今、それに取り組んでいるところでございます市田忠義君。あのーまあ、今起こってるのは、私、非常事態だと思うんですけれども、規制委員会8月14日にです、ね、東電の実施計画をこれ十分なものだと認める。 そして認可をされましたでそしたそて留意事項の中で地下水流入対策の実施汚染水の処理・貯蔵などにおいては依然としてリスクが存在しているそして地下水の流入抑制対策タンクの溶接式への更新などを着実に実施するとで東電は当該汚染水のアルプスでの処理などによる染量低減対策を早急に取り組むことなどを示している しかしこの汚染水対策の中心に見てみますと、東電が当初から狙っていたように、ですね、汚染水をアルプスなどで処理して、地下水は地下水バイパスで海洋に放出する私、結局、東電の計画を規制委員会がついにしたということになるんじゃないかで、東電の実施計画を十分なものと認めた、その後も事故が続いているわけで、これは規制委員会としてはまずかった両親の覇借はお感じになりませんか。 8月14日に東電の実施計画は十分なものだとお認めるのだったけど、それ以降も事故は続いているじゃないかと、この点についてどういうふうに認識をお持ちですか山本審議官、はいあの。ご指摘のとおり、8月14日に東京電力の実施計画を認可いたしましたが、その際には今、委員ご指摘のような、えー、海側トレンチの海洋への露出のリスクの問題、それからタンクのやはり健全性の問題、 とうとう、おさまざまなリスクがございますので。やはり、そのリスクをいかに低減していくかということで、今、ご指摘のような留意事項という形で。引き続き東電に対しては、そういう対策を求めていくと、こういう形で、あの、認可をしたものでございます。市田忠義君あの、確かに留意事項でですね、汚染水対策を強調しておられた、私も読んで知って。おります。で、確かに、タンクの増設、地盤改良等を挙げておられますけれども。 いずれもアルプスなどによる処理や地下水バイパスによる海洋への放出を前提としたものばかりであります。でこのように実施計画のチェックが甘いのは、私はちょっと言葉は悪いかもしれませんが、規制委員会が事業者の虜になっていると思われても仕方がないと、毎日のように深刻な汚染水漏れが起こっているときに、災害防止条、防護条、十分だとして実施計画を認可すると、は私、全くの無責任の極みと。 言わざるを得ないと思います。なぜ規制委員会の危機意識が希薄だったかと。田中委員長、七月二十四日の定例の記者会見で、濃度が十分低いものは捨てられるようにしないと、日中もさっちもいかなくなると。きちんと処理して、排水レベル以下になったものは排出することは避けられないというのが、私の率直な気持ちだと述べられた。さらに、東電だけに押し付けて解決しないと。国全体での対応が必要だとも述べられました。 しかし、漁業関係者をはじめ地元は、地下水バイパスの地下水の海洋放出は認めていません。で田中委員長のこのときの発言は、こういう地元の皆さんの声を無視して、東電が狙っている汚染水の海洋放出に道を開くものになるんじゃないかと。委員長、いかがですか。田中委員長。えっと、あの、若干誤解があるようですが、あの、 つまりあの今、福島第一が置かれている状況というのは、すべての水をあそこに、えー、溜め込むということは全く不可能な状態です、ですから、きちっとあの排出基準、国示濃度で下回るところまであの処理をした水については今まで、今までも普通の原子力施設で行われているように海,あの海に排水すると。 いいうよううよななこととををせざるを得ないだろうとそれがまあ逆に言うと、高いレベルの放射能水をずっとあそこの敷地にもう限界がありますけれども、貯めておくよりはその方がリスクは少ないということで申し上げました、でその結果として、海に捨てることによって、いろんな風評被害とか、漁業者の心配というのが起こ,ると起こる可能性ありますと、それについてはやはり政治的に、 あるいは東京電力が事業者として、それについては配慮すべきであろうというようなことを申し上げたというふうに私は記憶しています石田忠義君。私になんか誤解があると言われましたが、全く私、誤解してませんよ。放射能汚染水を海に流出させないために、あらゆる手立て講じるというのが、私は規制委員会と政府の責任だと思うんですよ。で原子力災害対策本部が9月3日の日に、汚染水対策に関する基本方針を決定された。 どう言われているかというと、今後は、東電任せにすることなく、国が前面に出て必要な対策を実行していく。具体的に何を述べておられるかというと、具体的にはより高性能なアルプスの実現について、早期の事業開始を促すということと、地下水バイパスで組み上げた地下水を海洋に放流すると、放流するということについて、東電任せではなくて、国が前面に立って関係者の理解を得るように、最大限努力すると。 結局政府も地下水の海洋放流とアルプスの処理頼みでしかないと。私は東電も政府も規制委員会も地下水バイパスへの改良海洋放流やアルプスでの処理頼みになっていることが応急的仮設的な汚染水対策になっていたと。それが流出や漏洩事故を起こしてきているやっぱり要因になっていると。で結論として私申し上げたい大臣に ぜひ見解聞きたいのは、福島原発の廃炉工程はあと10年、20年という長期的なものでありますで、当然汚染水対策も応急的、滑雪的対策では解決しないことは明らかだと、もちろん当面の応急対策も必要なことは私、認めますが、やっぱりより中長期的な立場に立って、高級的な汚染水の貯水槽あるいは貯蔵施設、 処理対策こそ必要じゃないかと、これは環境大臣の正義的な決断だと思いますが、いかがですか、申し上げたことは、当面の緊急対策だけではなくて、中長期的に、恒久的な汚染水貯水槽や貯蔵施設、処理対策、こういうことに力を注ぐべきじゃないかと、この点についての大臣の見解。石原大臣。 あの一台も私の諸障害であるということをご存じの上でのご質問だと思いますが、あの総理がですねこの汚染水の問題は政府を挙げて対処していくと、また規制委員長もお異常事態であると、えー、これに対して、えー、的確に対処するという決意も述べられておりますので、これをしっかりと支えてまいりたいと思っております時間でまだ1分ありますよ。<laughs> はい あストップウォッチ置いてますから <laughs> あのー、体制問題ですごい大事に聞きたいと思うんですけれども、汚染水対策とう必要なこう、廃炉に不可欠な汚染水対策に今、人的物的資源にこう集中するということが大事だと思うんですけれども、その際です、ね、専門家からこういう意見が出されると、これは私、傾聴に値すると思うんですけれども、汚染水に関わる地下水の抑制対策を進めるためには、地下水の特性、地質構造を具体的に解明する。 岩盤地下水を正確に把握することが重要だと、まあ、こういう意見が専門家から出されています、やっぱり汚染水対策のためには、地下水地質の専門家である産業技術総合研究所をはじめとする研究機関を総動員する体制づくりを進める、これが大事だと思いますが、いかがでしょう。はい、西原大臣 あのこれも私の諸生涯で経産大臣がこの問題に取り組まれておりますけれどもやはりあの阿武隈山系の方からこう水が流れてくるわけですからその水が汚染しているその建屋等々にですね、接しないようにするとそのために英知を絞ってですね、傾聴に与える意見があれば参考にして問題の解決に与えることが急務であると考えております。 清水貴之君え日本維新の会の清水貴之と申しますえ私は七月の参議院選挙初めて議席をいただきましたのでえこの質問が初めての質問ということになりますどうぞよろしくお願いいたしますあの私議員になって三ヶ月余りが過ぎましたけれども大変驚いていることがありましてえそれはですね この国会で出回っています、紙の資料の多さなんです、まあ、毎日議員の事務所に届く資料、そして各省庁の皆さんからレコを受けるときの配られるまあ法案に関する資料、これ多分皆さん、思いじゃないかなと思うんですで、新人の私なんかでそれだけ思うんですから、まあ、大臣のところなどはもっともっとたくさんの資料が届いているんじゃないかとも想像するわけですけれども。えあのまあ 環境問題を考える上で資源の有効活用というのは大変大変大切な問題です、で今はです、ねまあ、紙をあえて、まあ、大切な資料だということももちろん理解はしているんですけれども紙の資料を使わなくても、まあ、タブレット端末なども普及してきていますし、まあ、他の方法もあるんじゃないかと、えー、もっと何か考えられることがあるんじゃないかなとこれ常々思っておりますので、えー、大臣のこの辺りについてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。 石原大臣ちょっと環境委員会を離れるご質問かと思いますが、やはり有限な資料あの有限な資材でございますので、無駄に使っちゃいけないというのが、まあ、環境大臣の立場でございます、その立場を行政側、あるいは立法府の国会等々が尊重し、取り組まれるということが望ましい、こんなふうに考えております。清水之君あありがとうございますぜひの 大臣自ら率先して進めていただければというふうに思っておりますであの私は以前ですねあのテレビの仕事をしておりましてさまざまな現場に取材に行ってまいりましたでえー そこであの東北の被災地にもですねまあ何度も何度も足を運んできましてで皆様からお話を聞かせていただいたことをこうやはりこう国政に伝えていくと現場の声を国へ届けていくということをまあ念頭に置いて選挙運動を行ってえこのようにまあ議員の活動をスタートしているわけなんですけれどもえですから、やはりですねあのこれまでも他の委員から除染に関する質問 まあ、福島の問題ですねもうたくさん質問は出ましたけれども、私もやはりここで、えー、質問をさせていただきたいと思います、除染、えーまあ、をまあどこまでやるのかという基準値とか範囲の問題とか、まあ、今いろいろと考えておられるところだという話ですので、私はです、ね、あの期間について、まあ、ずばり言います、まあ、いつまで除染、えー、というのを、 を完了させることができるのかこのあたりのメドについてお聞きしたいと思うんですけれども、で現場で福島で仮設住宅など行ってお話を聞いておりますと、まあ、当初は半年一年と言われていたのがまあ、だん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 伸びてで最初は期待していたものがやはりそのうちその期待が薄れていって最後には諦めの気持ちになってで今皆さんにお話を聞いてもですねもうもういつになるかわからないよというもう本当にあの諦めてらっしゃるような声をえ多く聞きますでこれはあの大変。 期待させてそれを叶えられないというのは非常に残酷なことではないかと思っておりますですので、まあ、非常にこの除染というのは大変難しい問題なので、まあ、時間がかかっているのもわかるんですけれどもあの11市町村で国が行う直轄除染今年度中に終わらせるという、まあ、当初の予定が7つの市町村ではそれが無理であると、まあ、作業期間が延長される飯舘村では最長でおよそ3年 で南相馬市でも2年以上の延長が必要だということなんですが、まずはその予定が計画通り進まなかった理由、なぜ延長をすることになってしまったのか、これについてお聞かせください。井上副大臣。 あのご指摘のようにです、ねえー、11市町村の国の直轄除染においても、えー、遅れが出てきてしまっているのは事実であります、でその原因となりますと、これはまああのいろんな理由があるんですけれども、例えばなかなかです、ね、住民の方々の同意が得られない、あるいは仮置き場の確保ができないと、まあ、こういった理由もございます、それからその除染そのものがです、ね、いわば世界で初めて、 これだけ大規模で行っているわけでありますから、実際、除染を実施してみると、なかなか難しいということが分かってきた、また福島の気候ですから、えー、冬の間、雪が降ると、なかなか現実的にできない、まあ、いろんな要因がありますんで、そういったそのなぜ除染が遅れたかという理由をきちんと分析をして、どうすれば加速化できるか、まあ、これについてもしっかり取り組んでまいりたいと思っております。清水君あの、まあ やはり除染は早く進んで,で、少しでも多くの住民の方がもあの元住んでいた場所に早くでも、少しでも早く戻れるというのが一番理想的だとは思うんですけれども、ただ、やはりあの現実をしっかり直視しながらですね、まあ、現実的な計画も立てていかなければいけないと思っております、でその次の計画なんですけれども、まあ、いつごろ、どのように立てていかれる予定であるんでしょうか。大臣 あの国の直轄除染につきましては、もともと2カ年でということで、今年度末までの計画でしたで、それが現実的に難しいということを私ども判断をいたしまして、市町村とま調整した上で、この9月の10日に、じゃその計画の見直しということで、大体の方針を示させていただきました。 ししかしその具体的にいつまでにという数字ということになりますと、まあ、もうしばらく市町村との調整に時間が必要だということで、今年、えー、年末までにですね、その具体的な除染計画というものを発表させていただこうと考えております。清水孝之君。その年末に出される計画というのは、もうある程度、どこどこの市町村は何あと何年後、どこどこは何年後というふうに、もう結構。 かっちりとこう出される予定なのか、それとも、やはりいろいろと不確定要素とかあると思いますので、もう少しまあ大雑把なものになるといいますか、はっきりまあできないものになるのか、どんな今、見通しを持っていらっしゃるんでしょうか井上副大臣。あのまあ、これ、なかなか悩ましいんですけれども、えー、やはりです、ね、不確定要素がある中で、えー、詳細な計画を出して、じゃそれが本当に守れるのかと。 いうこともありますしかし、他方でやはり具体的な計画、数字を出していかないと、住民の方々の心構えというもの、えー、それがありますので、まあ、なるべくです、ね、きちんと数字を出させていただきたいと、ただそれに当たりましても、やはり地元の市町村の意向というものもそれぞれですから、あの個別にご相談させていただきながら、しっかり対応したいと思います。清水孝之君で、えー、続いて、えー 不適正除染について、えー、お聞きしたいと思います。あの今年の初め、えー、まあ大きなニュースになりましたが、あの除染作業の 言ってみれば手抜き問題ですねえ、除染で出てきた土や草木などをです、ね、川に流したりしていたという実態があります、であの除染の現場も取材で訪れましたけれども、まあ、土を剥いで,で、屋根やら道路やらを水でこう洗ってという本当に地道な作業なので、まあ、もう大多数の,その会社であるとか作業員の皆さんはしっかりとその作業に一生懸命取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、やはり一部でこういう、まあ、報道がなされますと、まあ、除染そのものに対する不安という、 不信感、とといううのも出てくると思うんですで不信感あの住民の皆さんの気持ちだけではなくてです、ねまあ、本当は,やっ,てはやってあるはずの場所がきちんとやってなかったということになりますともう一度再除染をしなければいけない、そしたら費用もかかる、時間もかかるということで、えー、そのあたり、えー、さまざまな計画にも支障をきたしてくると思うんですけれどもあの、環境省としましては除染適正化委員会というのを設置して。 7月8日の第2回のその委員会ではです、ね、福島県内の状況確認を計6回行ったというふうに発表されているというふうに聞いておりますでその後なんですけども、まあ、7月からもう11月入りましたのでその後の実施状況でまたそこから出てきたもし問題点などありましたら教えてください小林局長 あの、御指摘の通りでございまして、あの、まあ、適正に除染をしていく、それによって、あの、地元の方の信頼を勝ち得ていくということ、非常に重要なことというふうに考えてやっているところでございます。環境省内では、あの、井上副大臣をトップとする、まあ、本部というもとで、それからまた、あの、外部の方の えアドバイスのあおいで、適正化委員会に沿ってやっているところでございます。その中で、あの、今お尋ねがございました、7月以降の、まあ、特にあの、福島県による、確認作業。これもあの、現地の目で見ていただくという意味で、大変重視しているわけでございますが、7月以降、10月までに3回の確認作業を行っていただきました。で、えー、これはまあ、あの、環境省も一緒に入る場合、それから県独自である場合、まあ、それぞれ、あの、 いろんなパターンでやるということが重要であるというふうに思っております、まあ、7月以降の参加につきましては、まあ、いわば抜き打ちというような形であの確認をしていただいたもので、えー、ありまして、えーまあ、その結果を受けて、またあの事務所と、えー、県がよく連携を取っていくと、まあ、こういう体制でやっているところでございます。清水貴君 ぜひあの住民の皆さんの,あの信頼をなくさないようにしっかりとその確認作業を行っていただきたいと思います、でえー、続いてですね、えー、PM2.5 について、えー、お聞きしたいと思います、であのーまあ、これもこれまでにも委員から質問出ておりますけれども、あのーまあ、これもさご,ごめんなさい今年の頭に、まあ、中国からではないかと言われるう飛来ということで九州などで、えー、大きなニュースになりましたけれども、やはり 冬ですよね今、秋から冬にだんだん季節が変わってきていて暖房を使う、燃料を使うということでまた今年も、ね、PM2.5 の影響環境汚染の不安というのが高まってきておりますけれどもまずは先ほどあの水野委員からもありましたけれども昨日、千葉県で注意喚起情報が出されたということです。であの千葉県内全域に出さされれたたとということなんですけれども観測されたのは 市原市内ででのの複数の地点でといいいううふうに聞いていますで、えー、この辺りの観測状況なんですけれども、まあ、市原市内で観測されて、でも千葉県内全域で注意喚起情報が、じゃあ、館山はどうなんだ、銚子はどうなんだって話にこうなってくると思うんですけれども、今現在、まあ、どのような観測状況、まあ、千葉だけではなくてもいいんですけれども、全国的にもいいんですけれども、どういった状況で観測をされているんでしょうか。小林局長 えっと、あの、PM2.5 につきましては、平成二十一年度に、ま、新たに環境基準として、ま、設定をされまして、で、え今、あの、測定網についても、え地方公共団体にお願いしまして、順次整備をしていただいている、ま、途上であるということでございます。まあ、これぜひ、急ぎたいということでございます。まあ、そういう意味で、あの、各、う、県の状況によりますが、あの、え今、整備に努めていただいておりまして、ま、その中で、 えーまあ、特に一定の濃度になったときに、まあ、注意喚起をするということも、まあ、指針を出して対応いただいているわけでございますが、あのまあ、整備状況によって、あのー、今、まあのー、工夫をして、まあ、やっていただいている状況がございます。でそういう中で、えーまあ、どこが高くなるのか、そのときに、まあ、どのエリアまでに注意報を出すのかですね、この辺も、あのー、自治体によりましていろんなお考えがあって、まああのー、どこかで懸念があれば広く出すという考え方もございますが、また逆にあのいろいろ えー行動にいろんな制約がかかってくるということがございますので、まあ、ブロックのような形で作ってです、ね、やっているところもありという,ようなことで、この辺は今、あの実際に運用しながらあの、その改善、どうやるのが一番いいのかというようなことを改善をしていると、まあ、そういう途中でございます。清水之君 あの今のお話ですと、まあ、各自治体ごとにある程度こう任されていてで、基準も変わってくるというふうに、えー、聞こえたわけなんですけれども、となると、やはり、まあ、ばらつきが、これはどうしても出てしまうと、ある程度、決まった基準なり、まあ、測定の仕方なりというのが必要じゃないかなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。小林局長 はい。ちょっとあの、ご説明が不十分だったかもわかりませんが、あの、どの濃度のレベルになるとですね、まあ、注意喚起の対象であるか、まあ、70マイクログラムというような、あの、もの、これはあの、専門家の知恵をいただいて、国として、まあ、明確に決めているわけでございます。で、これはまあ、あの、一日のうちでこう変動してまいりますので、えー、まあ、どのぐらいの濃度になったら、まあ、あの、 注意報を出そうかということを、まあ、どっかで判断をしなきゃいけません。これが、ま、なかなか難しい作業でございますが、これについて、まあ、あの、85マイクログラムというような目安を設けまして、ええー、まあ、あの、朝から高くなってくると、ええー、ま、出そうと、こういうことを決めております。で、そのときに、あの、これはかなり広域的に、あの、非常に細かい粒子でございますので、あの、広域的に出てくるという部分がございます。また、あの、測定上の問題もございまして、ええー、ま、複数の 測定局あるいいいいいはは複数のの時間とととううううものを見て出した方がいいだろろここまでは国が決めているわけでございます。それをまあ具体的に各地域でどういうふうに当てはめていくかというところについては、まあ、正直なところの西日本と東日本で状況違うところもございますし、あのー、まあ各自治体の方針もございまして、ここはの情報を横のう共有はしながらで、どういう形が一番適当であるかというようなことを、あのー、共有しながら、 あのまあ、改善を図りつつやっていると、まあ、こういう状況でございます清水し、えー、その観測した今度はデータなんですけれども、この出し方についてもお聞きしたいと思っているんですが、あの観測して、あこれは注意喚起情報を出さなきゃいけないってときにです、ね、やはり住民に伝えるその手段というのも考えていかなければいけないと思うんですけれども、で今回、千葉のまた例に出しますと、まあ、市原。 が多分一番高いんでしょうが、もうそれこそ千葉全域に出たと、そしたら他の地域の、まあ多分関係ないと思われるところの方も、まあ、非常にこう心配になってしまうようなこともあるかもしれませんし、逆にまあ非常に高いと思われている地点の方が、その情報を得られなかったら、えー、それはそれでその、せっかく得た情報、注意喚起情報というのが生かされないということになりますけれども、そう、住民に伝えていく方法としては、今、どういうような考えをお持ちでしょうか。 小林局長えまあこういうあの注意喚起をしていくということ自体は、高果学スモッグなどで自治体はずいぶん経験もあるわけでございます。えー、ちょっと PM2.5 は PM2.5 の特性がございますので、工夫をしながらやっていただいているということでございます。あのまあ通常の自治体ですと、ホームページ上ですとか、そういった媒体、それからあのまあ広報活動を行うことによりまして、テレビ、ラジオにもなるべく乗っけてもらう、そういうような。 ええ、形で、あの、広報しているところでございます。それから、ま、直接、あの、日々の濃度がどうかということは、あの、今日、前の方のご質問でもございました、空豆くんというので、あの、自治体の方でつないでいただきますと、まあ、日々の、えー、濃度の動きが見られると、こういう仕組みも、 用意をしております。これも今、あの測定局の整備を進めていただくのと合わせて、空豆,に、えー、空豆くんにつなぐ測定局というのも増えておりますので、関心のある方は、その日々の動向をあのホームページ上で,です、ね、各県の、まあ、環境省の,あのホームページに載っけておりますので、そこでまあチェックをいただくこともできると、まあ、そんないろんなことを組み合わせてやっているところでございます。清水貴彦君 その PM2.5、まだまだあの本当におっしゃったとおり、まあ、本当にちっちゃなものですので分からない部分というのもまだまだ多くあるのかなというふうふに思っているんですけれどもただあの、その健康に対する影響で、えー、大変気になる情報が出てきましたね、の WHO の機関ですけれども、えー、研究機関が先月17日ですが、PM2.5 を含む粒子状の物質についてあの非常に危険だと。えー、リスクがまあ5段階のうちでも一番 高いこの危険度があるグループ1えつまり発がん性があるというそのグループにまあ認定をしたということですでこのグループはアスベストや喫煙コールタールと同じまあリスクということですからまあ普通にパッと聞いてあそれは相当やっぱり危険なんだなとこれは注意しなきゃいけないなと、まあ、普通もう皆さん思われると思うんですけれどもその健康に対する影響 PM2.5 のまあ影響についてはどのように 認識されているんでしょうか。岸田政務官。W.H.O. の元のあの国際癌研究機関がこのたび発がん性を有するものに指定したと発表されたことは承知をいたしております。また詳細は今現在あの情報を収集中でございます。 また環境省といたしましては、PM2.5、この対応をするために注意喚起のための指針の運用改善,改善、この運用改善は3月から行っておりますけれども、その情,あの情報をしっかりと得まして、この運用改善をしていく、また常時監視体制の強化、そして充実にしっかりと取り組んでまいります。 また注意喚起をより的確に実施していくために、今月の中旬でございますけれども、専門家会合を開きまして、注意喚起のための指針につきまして、しっかりと住民の方々により適切に注意喚起ができるように、運用関税を向けた方策を示してまいりたいと考えているところでございます。いずれにいたしましても、今、委員の方からご指摘がありました、あの国民の皆様にご不安を与えないように、払拭をしっかりとできるように、しっかりと環境省として努めてまいりたいと思っております。 清水貴之君で、えー、そうですね、ありがとうございます、その PM2.5 が、まあ、発生した場合の対応、非常にあの前向きに考えてらっしゃるということは分かりました、でとなると今度はその、まあ、なぜ発生するのかと、その根本の部分から、原因の部分からやっぱり考えていかなければ、これはあの根本対策にはならないというふうに思っているんですけれども、まあ、いろんなさまざまな原因があると思うんですけれども、まあ、中国から、 飛来している部分も、特に西日本の方ですね、九州などでは、えー、多いのではないかという,ふうな、えー、話にもなっておりますけれども、このあたりのコミュニケーション、です、国際的なコミュニケーション、まあ、中国とどのように、まあ、話し合いをしている、もしくは汚染物質対策をしている、えー、こういった、えー、他の国とのコミュニケーションについて、えー、お聞かせいただけますでしょうか。井上副大臣。 はい、あのおっしゃるとおりです、ねえー、中国の PM2.5 が非常に深刻だということで、えー、我が国としても大変懸念をしているところでありますで。中国に対する協力といたしましては、石原大臣が出席をされた、5月に開催をされた日中間の3カ国環境大臣会合で設置が合意された3カ国政策対話、この早期開催に向けて調整を進めているところであります。 また、あの公害を克服した経験と、環境技術を有する日本の地方自治体などの知見やノウハウを取りまとめて、それらを中国の主要都市における人材育成や政策立案支援に活用する、いわゆる都市間連携の取り組みを進めてまいりたいと思います。これらの取り組みを通じて、アジアにおいて正常な待機を共有できるように協力していきたいと思います。清水孝之君。 あのほどではのシンガポールとはそういう協力関係が始まったということも聞いておりますのでぜひぜひあのその協力関係を進めていっていただきたいというふうふに思っておりますであと時間わずかありますので最後にですね小型家電リサイクルについてもちょっと話題変わるんですがお聞きしたいと思っております。あの先ほど一番最初で 紙の資源が、まあ、多く使われているとでタブレット端末をもっともっと活用したらという話もちょっとさせていただいたんですがそうなると今度はですね、えー、まあ今、携帯電話にしろそうタブレット端末にしろ、えー、どん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 ん新しい電気機器、えー、小型機器が出てきていましてで今度はこの辺りのまあ、 資源のリサイクルになるのか廃棄になるのか活用になるのか分かりませんけれどもこの辺りの対策というのも考えていかなければいけないんだと思います非常にあの今のその辺りの進歩のスピードというのは早いですからどん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 ん新製品が出ていくで、えー、じゃあ、ね、これまで使っていたものをどうするかという問題が出てくると思うんですけれども小型家電リサイクル法今年4月1日から施行されておりますけれども これはあの私が持っているのは環境省が5月に各市町村に、えー、アンケート調査を行った結果なんですがあの私兵庫専用で,すのでまで、あ、近畿地方のデータをいただきまして5月現在で小型家電リサイクル法を行っている市町村は5つとで実施に向け検討が19、えー、未定であるが実施したいが94ということで、まあ、4月から施行で5月のアンケートですから、まあ、それほどまだまだ進んでいる感じはしないんですけどもこの自治体が、まあ、この 法律、リサイクル法を進めていく上で、あで、環境省からしもこうバックアップなり指導なりが必要だと思うんですが、このあたりについて進めていくための方策、どのようなことを行っているんでしょうか。梶原部長。小型家電リサイクル法、これにつきましては、あの 小型家電、さまざまな小型家電がございますけれども、その中に有用金属が大変多いということもございまして、それをしっかりと回収をするという、その制度でございます。本年4月から、あのー、施行させていただいているところでございます。今、あの、先生あの、ご指摘のアンケート調査、5月のアンケート調査でございますけれども、これにつきましては、あの市町村数ではですね、 全国の七十五パーセント。これはあの、人口割にしますと、あの、九割の市町村で、えー、今後、制度について、しっかりと、その市町村の回収制度、回収システムを作っていきたいという前向きな御回答をいただいております。えー、それで、このあの、市町村によるあの、小型家電の回収これがあの、全体のですね、回収のレベルを上げるというので肝だと思っておりまして、 私どもといたしましては、この市町村による改修事業に対して、実証事業という形でですね、実際にあの、ボックスを置いていただくとかですね、あるいは PR をしていただくといったようなものを支援をさせていただいております。本年度だけで申しますと、もうすでに150以上の市町村の取り組みを支援させていただいているところでございます。またあの、市町村にその、 おでですね、回収していただいた後、これ、しっかりとした、あの、回収、資源回収業者さんの方で、リサイクルをしていただく必要がございます。このにつきましても、20社の認定事業者を、を認定しておりまして、すでに一部の市町村からはですね、この認定事業者の間で契約が成立して、動き始めておるところでございます。あの、<laughs> 事前にいたしましてもですね、 こういったあの定着あの制度がしっかりと全国的に定着していくためには、まだまだあ時間がかかると思っておりますけれども、こういった市町村のです、ね、取り組みを中心にです、ね、積極的に支援をしてまいりたいと、よう,うに考えております、はい、清水孝之君あの、まあ。市町村の中にはです、ねまあ、個人情報が、そうやって携帯とか、えー 端末には含まれているので非常にあのまあ導入にためらいのある市町村もあるというふうに聞いておりますのでその辺の、えー、対応というのも考えていただければなと思っております、えー、以上で質問を終わりますありがとうございました本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします。